2011オートバックススーパー GT 第7戦スーパー GT in 九州250キロ、解説はレーシングカーデザイナーの由良拓也さんとレーシングドライバーの福山秀夫さん、ピットリポートは高橋二郎さんと滝口由里奈さん、実況は中島秀幸でお送りしてまいります。さあ、それではここで注目のスターティンググリッドをご紹介しましょう。 GT500 クラスポールポジションは今年3回目の獲得になりましたデンソーサード SG430 です。チャンピオン争いをリードするエスロードモーラ GTR は2番手スタートになります。京浜 HSV010 が3番手、 ARTA HSV010 が4番手、 HSV 勢が並んでいます。 D ステーションキーパー SC430 は5番手スタート、今年最上位からのスタートです。エネオスサスティナ SC430 6番手スタート、レイブリック HSV010、 カルソニックインパル GTR が4列目に並びます。ゼントセルモ SC430 前回富士の覇者は9番手スタート、そしてウィダー HSV010 は6番手タイムを出しましたけれども、朝のフリー走行木端追い越し違反で10番手スタートに降格です。ペトロナストモス SC430 は11番手スタート、モチュールオーテック GTR は12番手スタート、エプソン HSV010 が13番手、そしてウェズスポーツアドワン SC430 14番、アドワン近藤 GTR は予選1回目に基準タイムをクリアできませんで最後尾スタートということになっています。GT500 クラス、スターティングリッド今お伝えした通りなんですけれども、ちょっと意外なというところもあれば、そうでもないかなという順当かなというところもあります。さあ、続いて GT300 クラスのスターティングリッドです。 R&D スポーツレガシー B4 がスーパーラップで素晴らしいタイムを出しましてポールポジションスタートです。 JLOC ランボルギーニ RG3 86号車2番手スタート、ゼントポルシェ RSR が3番手、エヴァンゲリオン RT 初号機アップルシデンが4番手スタート、カローラアクシオ APR GT 74号車5番手スタート、 JIM ゲーナーディクセルダンロップ458 6番手、初音ミクグッドスマイル BMW 7番手とチャンピオン争う2台はこの位置です。 ARTA ガライア8番手スタート、リールランボルギーニ RG3 87号車9番手スタート、ハセプロ MA 岩崎 APR カローラ10番手、パシフィック NAC イカ娘ヘラーリ11番手スタート、 RQ's BMAC 350R は12番手スタートです。アートテイスト GT3R が13番手、 SG チャンギ IS350 は14番手スタートになります。ハンコックポルシェは予選よくありませんでした。15番手スタート、トリプル A バンテージ GT2 16番手、ベリティ対3ポルシェは17番手スタートです。 RN スポーツ JM ゲーナー F430 18番手、マッハ555車検 RD320R 19番手、サンダーアジア MT900M が20番手、そして21番手 JLOC ランボルギーニ RG3 88号車は昨日予選を走れませんでして最後尾からスタートということになります。さあ、それでは第5戦を終えてのドライバーズランキングをご覧いただきましょう。まず GT500 クラスですけれども、エスロードモーラー柳田クインタレリ組が60ポイント、そしてウィーダーの小暮デュバル組が52ポイント、カルソニック松田オリベイラ組46、そして京浜の金石塚越組が41、以下ご覧のようなポイントで続いています。一方 GT300 クラスですけれども、前回の優勝で初音ミク BMW 谷口バンバ組が65ポイント、 JM ゲーナーの田中平中組57ポイント、ハンコックの影山藤井組が43ポイント、そしてオリメインペラトーリの SG チャンギが4位5位につけるという形になっています。さあ、という今ポイント、そしてスターティンググリッドをご覧いただいているわけですが、由良さん、まあ、このレースがね、はい、まあ、非常にそのチャンピオン争い天王山ということで、はい、ここでとにかく大量得点を取って最終戦に臨みたいというチームばかりだと思うんですが、はい、まあ、予選結果ただとっても興味深い流れがありますよね、はい、そうですよね、意外と上位に来たなというチームもあれば、どうしちゃったんだろうというチームもあってですね、そうですね、今映ってるこの、BMW とチャンギのレクサスはちょっと失速しましたよね。ああ、そうでしたね。さあ、スタート時刻が近づいてまいりました、各マシンの整備作業はこれで全てできなくなるという段階までやってきています。さあ、そして福山さん、このオートポリスはですね、はい、タイヤに非常に厳しいサーキットということで知られています。そうですね、非常にグリップも低いですからね、ドライバーが本当にうまく乗らないとタイヤがすぐ壊れてしまうと思うんですが、はい、まあ、中盤になるとタイヤカスもいっぱい出ますんでね、はい、ラインも外したくないし、非常にまあそういったところ難しいところですよね、はい、
そして非常に、ね、今シーズン特にそのタイヤ戦争といいますかタイヤの戦いタイヤメーカーの戦いというのも厳しくなっていますから、はい、これが非常に勝負このレースに大きな影響を与えるということも間違いないでしょうねこれはねそうですね、はいまあ、ちょっと今日はあのグリッドのインタビューから含めてちょっと空気重いですねやはり硬いですねそうかもしれませんね、はい、なぜか、まあ、飛び火して放送席もちょっと硬いですよね今日ね何しろもちょっとチャンピオンシップが押し迫ってますんでねそうですよね、はいまあ、本当にちょっとピリピリしたね雰囲気が今回のピットそしてこのグリッドからは伝わってくるのかもしれません、はい、さあ由良さん、はい、あのとにかくまずどうやってタイヤを持たせるのかをそうですねですからこのスタートしてからファーストスティントですね、はい、こうですねどれだけ自分のそのルーティーンの仕事内に上手に収められるかっていうこととあとレース後半ですね、はいどんなペースになるのか、この辺がとても興味深いところですよね、はいまあ、あの聞くところによるとタイヤ持たないんじゃないかっていうことをずいぶんさっきの中で取材してて聞いたんですね、はい、でこの辺で特にこのスタートで選んでるタイヤがソフトめなチームもあるようなんで、はい、そこがこの、路面温度が、まあ、想定より低く外してしまったりしたときに思わぬ、ライフの短さを招いたりする可能性もあるので、はい、非常に皆さん不安だと思います。そうですかね。さあそれでは間もなく開会宣言が行われます。株式会社オートバックスセブン南日本事業部事業部長佐々木勝様によります、開会宣言が間もなく行われます。事業部長佐々木勝様です。それでは佐々木様よろしくお願いいたします。ただいまより2011オートバックススーパー GT 第7戦スーパー GT in 九州250キロの開会を宣言いたします。開会宣言が行われました。気温の面温度とも後ほど報告があると思いますけれどもやや低い中での、スタートということになりそうです。福山さんちょっとこう肌寒いというかもう寒いとそうでしたねぐらいの気温ですよ ね、はい、ねちょっと先ほど日が差してきましたけどまた曇ってきましたしね、はいまあ、この大事な一戦で想定外の路面温度っていうのは本当にまあドライバーも緊張しますよ ね、 そうですね。さあフォーメーションラップ開始1分前が提示されました。各マシンのエンジンに火が入ります。果たしてその、まあ、スーパーラップに井田さん進出したマシンはそのスーパーラップを走ったタイヤでスタートしなければいけないというルールがありますがそれ以外のマシンは、まあ、違うタイヤを履いてもいいということで、はい、この辺りで後方から追い上げてくるという車もあるかもしれませんですね。そういうことも可能性ありますね、はい、ですからまあ非常に予想がつきにくい、まあ、いつもそうなんですがいつも以上に福山さんこれ予想がつきにくい、ねはい、レースということになりそうですよね。自由にタイヤ選べる人のトップが11番手にいるっていうことですよ ね、 すよね。11番手だからまたチャンスありますもんね、はい、4.674km のこのオートポリスのコースを54周250キロで争います今回のレースです。さあ今2時を回りましてフォーメーションラップがスタートしていきました。ゆっくりと各マシンが自分のグリッドを離れてまいります。 GT500 クラスのマシンが今全車スタートしていきました。1コーナーへ向かって進んでいきます。続いて GT300 も今スタートを切っていきます。早くもタイヤを温める各マシンです。さあそれでは竹口さんに現在の気温と路面温度の状況を伝えてもらいましょう。お願いします。提供のデータによりますと気温17度路面温度24度となっています。先ほど福山さんがおっしゃってたように空一面曇り空なんですが時折雲の間から太陽が覗いてきて、太陽が覗いているときはすごく暖かくなってくるんですけれども隠れるとまた寒くなるといった感じでそこら辺がまた路面温度にも影響してくるのかなといった印象です。以上です。はい、ありがとうございました。さあ続けて各チームのタイヤの情報を高橋二郎さんに伝えていただきたいと思います。二郎さんお願いします。はい、今日決勝日の朝はですね現在よりもかなりもっともっとですねあの温度が低かったんですね。当然のように路面温度も低かったです。路面温度もですね20度いかないという状況だったんですけども今はですねようやくその路面温度も24度に上がってきたというところでですね、タイヤメーカーがですねようやくですねちょっとホッとしているという状況です。ポールポジションのですね石浦選手も言ってきましたけどようやくですねタイヤが温まりやすい状況になってきたということですね。安堵
ードのですね表情だったんですけども、そしてですね46号車 S ロードの GTR なんですけども、昨日ですねタイムアタックの時に2度そのタイヤをロックさせてしまった、ブレーキロックさせてしまったということで1本のタイヤをですね交換申請して右のフロントタイヤを交換してますね。そしてですねやはりまだその温度が上がってきたといえどもですね路面温度低いので序盤のタイヤの使い方、それが重要視されてますね。タイヤのですね表面を壊さないようにファーストスティート十分なですねラップをきちんと刻むというところがですねタイヤの使い方序盤レース序盤の注目ポイント重要なポイントになってきます。以上です。はい、ありがとうございました。山さん、あの昨日確かに S ロード予選のスーパーラップで1コーナーと第2ヘアピンでタイヤロックさせまして、そうでしたね、1コーナーが右のフロントですかね、はいはい、そうですね、第2ヘアピンが左フロントでしたが右の前輪を変えたと、まあ、これはあのレギュレーション的な一本交換は許されているということ、そういうことですね。交互だったからまだねあれですが、でも片っぽのタイヤはまだ左フロントは、まあ、わずかなフラットが残っている可能性があるということですよね。ちょっとまあ序盤消極的なブレーキの突っ込みになる可能性もありますよね。皆さんやはりあのタイヤをロックさせるとフラットスポットができてそこでロックしてしまいやすいと、そうですね、そこが成長するんですね。毎回そこがロックしやすくなってきます。はい、まあ、ですからマスタート直後 S ロードモーラー GTR あまり無理はできないということかもしれませんが、ただミシュランはタイヤの温まりはいいというふうに言われてますよね。それと、まあ、あの仕事をしてくれるタイヤ温度あの路面温度に、はい、が、まあ、25度と言われてますけどほぼそこに乗ってきてるんで、はい、ほっとしてるでしょうね。そういうことですか、ね。はい、それに対してカルソニックはですね今回ものすごくセッティングに苦労しているようで、はい、チャンピオンシップに非常に重要なところにいるんですが、はい、朝も、あの練習走行では最下位でしたよね、はい、で星野さんも暗い顔してですねセッティングが全然決まらないって言ってるんで、うん、はい、この辺も流れに大きな影響を与えるんじゃないかって気がします。そうですか。さあ果たしてどんな序盤の展開になっていくんでしょうか。さあ各マシン今隊列を整えました。まもなくレースがスタートになります。2011オートバックススーパー GT 第7戦決勝レースまもなくスタートになります。各マシン今アクセルを踏み抜く形でスタートをしていきました。グリーンラップが点灯。1コーナーに向かって各マシンが雪崩を打って飛び込んでまいります。まずはこの1コーナーのブレーキング、この勝負を見てみましょう。どうだ、無事に各マシン通過していくか。ここは綺麗に回っていきました。特に何か問題を抱えたマシーンはなさそうです。さあその中でデンソーサード SC430 がはるか以降順位をトップを守って差を広げていく形になりました。後ろの S ロードをすでにこう大きくリードしていくという形になりました。一方 GT300 クラスも今スタートを切りまして1コーナーから2コーナー方向へと向かってまいります。こちらも R&D スポーツレガシー、このマシンがどうやらトップをキープ、そのままの順位で今2コーナーから3コーナー第1ヘアピン方向へと向かっていきます。さあこのスタート直後デンソーサード SC430 がやはりいいスタートを決めていきました。ちょっといいスタートというか良すぎるスタートでしたね。そうでしたね、はい、ちょっと引っ掛けるように行きましたね、はい、S ロードモーラをもう完全に1コーナーの手前に引き離すぐらいの勢いで通過していきました、はい、そして3番手に景品 HSV、 さらにその後ろには今 D ステーションキーパー SC430 とエネオス SC430 が競い合うように通過していきました。オートバックス ART HSV010 ちょっと遅れましたですかね。順番的にはウィダーも遅れてますね。そうですね、ウィダーは大きく下げましたね、はい、もう10番以下ですよね。ウィダー HSV もちょっと順位を落としているのが気になります。GT500 クラス今縦一列になりましたけれども、やはりデンソーサードが非常に速いですね。さらに S ロード、これは福山さんやっぱりミシュランの温まりがいいということなんですか。そういうことなんでしょうね、まあ、ですが路面温度が24度になってきて、それからまあ最小限でも18周いかなきゃいけませんので、まあ、その辺までどれぐらい持つのか、はい、このペースが持つのかということですよね、はい、まずオープニングラップデンソーサード SC430 がもう S ロードモーラーに対して2秒040、2秒以上の差をつけて帰ってきました。素晴らしいですね。3番手景品、そして4番手D ステーションキーパー、さらにエネオス、この辺りは接近しています。あっとここでちょっと D ステーションキーパー SC430 がアウトに膨らんでいった。そのインをついていこうというエネオス、 SC430 が前に出ていきました。これはどうしたんですかね。アンドレクート、ちょっとアウトにスーッとこう膨らんでいく形になりまして、その隙を
エネオスサスティナ SC430 大島和也が奪っていきました。まだ温まってないんですよ ね、はいはい、今朝のウォームアップもエネオスの方が早かったですからね、はい、300クラスは今2位争いが非常に接近しています。さあ2位争い、このゼントポルシェ RSR がランボルギーニの前に出ていきました。 JLOC ランボルギーニ RG3 の前に出ていきました。その前にすでにレガシーは姿を消そうかというぐらいリードを広げていっています。こちらもちょっとちぎり気味になってますね。素晴らしいですね。まあ、でもタイヤがちょっとソフトめなんじゃないかということもということですよね、はい、ですから、まあ、逆にどこまで逃げ切ってどういうスティントを組み立てるか非常に重要になってきます ね。山野哲也選手がこのソフトめのタイヤをどのくらい持たせられるか、はい、それがそのレガシーが勝つかどうかというキーポイントになるんだという話でしたが、まあ、おそらくこの後そうなんでしょうね。そうですね、16周ぐらい行けばいいんですが、ですがまあそうすると後半が長くなりすぎますの で後半硬いタイヤだとまたペース落ちますからね、20周ぐらい行きたいですよね GT300 もね。さあそしてチャンピオンを争っているこの2台なんですが、初音ミク BMW の方が前にいます。1台 APR のこのカローラを挟みまして、ジェームゲーナーのフェラーリがついていきます。かなり近い位置でのやはりバトルということになりました。このジェームのフェラーリはですね、非常に今回朝調子良かったんで、はい、おっと刺しましたね。あ、そしてこちらはモチュールオーテック GTR 対ゼントセルモ SC、 さらにここにウィナーも加わって3つの前のバトルになりました。ぐいぐい鼻入れてってますね。これはゼントセルモが今一番前に出ていますけれども、ちょっと分かりませんね。そうですね、冒頭 のダイジェストにもありましたように、ここアクシデントも多いところですからね、はい、結構気をつけなきゃいけませんよね。まあ、セルモはここでポールポジションは最多なんですが、かなりこうクラッシュとか不運が、ね、はいね、多いチームではありますけれどもね、はいはい、巻き込まれてますよね結構ね、はい、そしてゼントセルモがようやくこれでモチュールオーテックニスモのマシンをわずかに引き離しました。これはゼントセルモの方がペースはいいようですね。そしてウィナーは今ポジション的には12番手ですね。ちょっと下げましたね。2つポジションを下げています。ちょっと焦りますね、本当になんとかSロードの前に出たいと思っているところが、まあ、木端で順位を下げ、スタートで順位を下げですからね、はい、ロイック・デュアルがスタートドライバーを務めます。ウィナー HSV010、 ちょっとスタートで出遅れて、そこからポジションを挽回するのに今苦労しているという状況かもしれません。まあ、追いかける方が遅れてますんでね、選手権2位のチームが遅れてますんで、ちょっとまあ焦るところですが、まあ、ここはじっくり行くしかないですよね、ここまで落とすと。さあそしてこちらはデンソーサード SC430 石浦博明スタートドライバー、 S ロードモーラとの差は2秒689まで広がりました。徐々に間合いを広げていっているこのデンソーサード、そしてロニー・ペイタレディの S ロードモーラも3番手 KDHSV 金石を引き離しにかかっています。ミシュランが序盤は早いですし、そうですね、もう一周中盤には2秒近い差をつけてトップは逃げてますから、はい、これはちょっと大きなアドバンテージですね。そうですね、このペースで20周以上走られたらちょっとお手上げですね。そうですね、はい、まあ、今回から、というか今回のこのレースだけウェイト班ではポイントと同じと、はい、いうことですから、前回の富士からは半減ということになるんですが、Sロードモーラは60キロそれでも、はいはい、背負って現在2番手を快走中、まあ、でもちょっとね取材していろいろ聞きましたら、以前が重すぎたんで、はい、それでも軽い感じがするっていうことを言ってましたね。そうですか。あ、そしてまたここでモチューローテック GTR がゼントセルモ SC に接近してまいりました。これはやはりその、まあ、選んでいるタイヤマシンの違いというのもあるんでしょうけれども、同じフィジストでも違うタイヤを選んでいる可能性もありますしね。そうですね、これモチュールの方はスタートドライバー本山君ですね、はい、そしてゼントの方は平手君ですか。そうですね、はい、そうですね、平手対本山の戦いになっています。これが10番手争い、その後ろにロイック・ディバルがぴったりとマークする形になりました。で、アンドレ・ロッテラ選手がこの前にいますよ ね。 そうなんですよね。実はその後ろにいた車なんですが、このアンドレ・ロッテラ選手がタイヤを自由に選べる11ポジションからのスタートで前にアップしてるんです ね、はい、この辺がどういうこれから走りをしていくかもちょっと注目できしたいところです、はい、さらにこの今メディアムが少しシーンを伺う形
になりました。ちょっとインサイドがね路面荒れてるんで、あそこのブレーキ飛び込むのはかなりギャンブルなんですよね。あ、なるほど、そうなんですね、はい、中島さん、はい、どうぞ。次郎さん、その23号車モチュールオーテックですけども、その朝のウォームアップのセッションではですね、あんまりタイム出てなかったんですけども、その後のですねサーキットサファリで、はい、コンスタントにですねタイムを出してたという状況がありまして、それがね44秒台なんですね。あの掲示には表示されませんでしたけれども、自チームのですね計測44秒台、これだったらいけるというところだったんですが、はい、今トップのねラップタイムが42秒台か43秒台で、ちょっとですねその予測が外れた。そして由良さんがおっしゃるように36号車もですねスタートタイムはやはり柔らかめで出ている模様です。そうですか。さあこのトップ争いをしている2台のミシュランタイヤユーザー、福山さん、朝のフリー走行では決勝レース満タンに近い状態では44秒台ぐらいじゃないかと我々も予想していたんですが、そうですね、もういきなり42秒台から43秒台前半でずっと紹介続けていますから、はい、路面温度がちょっと迎えに来たといいますかね、タイヤに合ってきましたんでね、それでまあ復調しているように見えますよね。これはこのままリードをどんどん広げていくことになるんですかね。早いですね、でもね、すごいペースですよね、はい、まあ、何周走れるかっていうところが鍵ですよね。そうです、はい、まさにその通りですね、はい、まあ、直接チャンピオンを争うライバルであるウィーダーが現在12番手ということですから、この S ロードとしてはとにかく行けるだけ行きたいという部分はあるでしょうね。そして3番手につけている京浜 HSV、まあ、これがブリヂストンユーザーでは、まあ、一番前にいるわけですが、はい、あ、そしてその後ろはまた団子ですね。本山選手前に出てますか。本山前に出ましたね。ロッテラがちょっと落ちてますか。うん、いや、これは今平手がちょっとペースが落ちてきています。平手が今ペースを落としていまして、今度はロイック・デュバルに狙われる形になりました。あ、ソフトタイヤ、ソフトタイヤだということだったと思うんですが、どうなんでしょうね。ちょっと苦しそうですね。苦しそうですよね。で、前回富士ラウンドでブリヂストンのこの SC レクサスユーザーの中には急激にタイヤのグリップが落ちて、スピン、コースアウト、クラッシュという車もあったわけですが、はい、その辺の対策ができているのかどうかというのもまた微妙ですよね。そうですね。あとこれを苦しいと見るのか、タイヤマネジメントしてなんとかあの使わないで走ってるのかっていう、あ、そうか、その辺のところももう少し見ていきたいところですよね、はい、そうですね。今第2ヘアピンを2台並んで立ち上がっていきました。今朝のウォームアップも平手君しか走ってませんでしたので、はい、彼をたくさん走らせてっていうことをやってたようですよね、はい。6コーナーから7コーナー、ここから上り勾配に変わりまして、非常にテクニカルなセクションへと移っていくわけなんですが、前頭はやはりちょっと苦しそうですかね、グリップ感がないように見えますけれども、逆にウィーダーがコースアウトだ、どうしたんですかね。今ちょっと外行き過ぎましたね、あそこの外はグリップがないんですよ。あ、なるほど、はい、まあ、非常にその前を行く前頭よりはペースがいいということで、わずかにラインをずらしてデュバルが行ったのかもしれませんが、はい、あの辺り あの第3セクターという後半の部分は HSV の方が得意とするところなので、はい、まあそこでぐっと近づいてっていう計算だったんでしょうね、はい、ちょっと外行き過ぎたように思いますね。そう、今タイヤの汚れを取ってます。あ、本当ですね、はい、だから相当やっぱりあのデブリを拾ってしまったというか、はいはい、タイヤの表面が今グリップ失っちゃってますね。ここですね、はい、この外ここですね。ここでバタバタっともうタイヤにゴミがついて、でおまけに土もついて、ちょっと接近しすぎた感もありますか。わずかにフロントのダウンフォース抜けたのかもしれませんが、そうですね、その近づきすぎてる時はそうなりますよね。まあそこのエリアがやっぱり HSV は得意なので、あそこを勝負にしたかったんでしょうね、はい、ちょっと突っかかっていったんですけれども、これでエプソン HSV010 中山由紀がスタートドライバーですが前に出ました。あ、さらに今モチュローテック GTR がこれペトロナスとも接近を3丸もかわしてますね、はい、これモチュールも本山すごいよ。ここでなんとカルソニックのインに飛び込んで前に出た。さらにペトロナスも来ますが、わずかに今接触がありましたが、ここはペトロナスはカルソニックなんとか抑えています。モチュールオーテックも本山のペースがいいですね。これいいですね、頑張ってますね。これは先ほど二郎さん報告にありましたが、あのサーキットサファリ中にいいセットを見つけた、はい、ということですが、そうでしょうね、面白いもんですね。昨日予選1回目に珍しくこのブノワ・トレルイエが第2ヘアピンでクラッシュというね、
いうシーンがありまして非常に予選は良くなかったんですが、はい、ちょっと路面温度がかなり低い状態でしたよね、はい、まあ、でも、はいはい、あの本山選手最も得意としているサーキットの一つじゃないですかここは。なるほど、はい、だから水を得た魚のようにですね車が良くなってきたら、はい、突然元気になってきたみたいな、はい、楽しみですねこれから。これガンガン行きそうですね。オートポリスはニスモが非常に得意とするサーキットで過去3勝を挙げています。そしてこの辺りの混戦模様の中でここはすごいレイブリックがちょっとアウトに膨らんで両側から今 ARTA をかわしていった。しかし ARTA もここでまた抜き返す。その感激をついてモチュールが前に出ました。ここはさすが本山聡。いや攻めてますね。うわ後ろでまた3ワイドだ。これは大変なバトルになりました。前回の富士ラウンドもそうでしたけれどもバトルが激しいですよね。すごい激しいです。これでも もう一瞬のあれであのちょっとスピンしそうなぐらいの接戦になってます ね、はい、これエネオスサスティナ SC4 様の大島のペースがあまり良くありません。47秒台まずいですね。これは後ろの D ステーションキーパーアンドレクート、そして今本山に変わりましたが D ステーションがまずここで前に出ていって、そしてモチュールも来た。並びかけますがこの先は右コーナーどうしますか。2台並んで今6コーナーに向かっていくところ、東大インガーキープ大島ここでなんとかここは守りきりましたが本山がぴったり後ろについて、さらにここでインを行くのか、ここでインを行くのか、ここではちょっといけないでしょうさすがに。はい、この先また左なんでねちょっと今我慢した方がいいですね。しかし明らかにペースは本山、はい、ここでアウトに膨らんでしまった。これでどうだ前に出られるか。いやここは次は左です。はい、これあんまり大島を深追いすると後ろのマシンが続々ときますからね、はい、あしかし前に行きたい、もうどこでも行こうっていう感じですね。前に行きたい。いや車いいですね。あそしてペトロナスがここでまた前に出ます。はい、本当だ ARTA の前に出ましたアンドレ・ロッテラ。さあそして今ストレートに戻ってきたところで本山聡がぴったりとこのエネオス大島の後ろスリップストリームに入っていて、うわ全車が動くどっちだ。まずはモチュールがインに入った。ペトロナスもそのインに飛び込んでいこうとする2台サイドバイサイドですが、ここはレクサス勢同士大島無理をしませんで前に行かせました。さあそして今度は右コーナーから左コーナー、さらに第一ヘアピン方向へと向かっていきますが、これでモチュールペースいいですね。モチュールが前に出ていきます。これもくしくもいわゆるエネオスはもうスーパーラップに行ったのでそのタイヤを使って今レースやってるわけですね、はい、そして今抜いていったモチュールとペトロナスはこれは自由なタイヤを使ってこう走ってるわけですから、はいね、この辺がちょっと厳しくなってきたのでしょうねやっぱりね、はい、そスーパーラップの難しさそうです、ね、が出ましたよね、はい、面白いですねこれは。ひょっとしてこれこの後ずる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 このエネオスが落ちるようであれば予選でソフト履いた分断はちょっと辛いことになってきますよね。うそうですね、はい、あニスモのピットは大喜び。もう明らかに速度差がありました。さあただペトロナスも今ちょっとペースは戻してきてますよね、非常にいいですね。ペトロナスも11番手スタート、モチュールも12番手スタートで、まあ、そのスーパーラップに進出しませんでしたからいい路面に合ったタイヤを選んでいる可能性があります。今脇坂11が映りました。はい、これもアンドレ・クートもスーパーラップに行ってるタイヤで走ってますので、はい、この D ステーション35号車ですね、はい、ですから時間の問題だなっていう感じで脇坂君の表情だったと思いますね。やはり苦しい D ステーションキーパー SC430 アンドレ・クート苦しくなりました。後ろからモチュール本山が来ます。これは明らかにこのニスモの作戦といいますか当たりましたですね。そうですね、このコンディションでは非常にいい状況、タイヤが一番いい状況かもしれません。さあ1コーナーインに飛び込んで簡単に入れますね。そうですね、あっさり前に行きました。予選前のフリープラクティスでも23号車のモチュールはかなりソフトサスペンションでタイヤに優しい動きを見せてましたので、はい、まあ、一貫してそういう方向で今週は来ているようですね、はい、今10周目の周回、レースは54周、3分の1は18周に当たります。ですからまあ、最低18周持たせればいいという考え方もできますから ね、はい、ただまあそれだと残りが長いので次がまあミディアムかハードタイヤになりますから、はい、まあ、マイラップ1秒とか遅いと思いますんでね。ペトロナス、トモス SC430 も D ステーションキーパー SC430 をここでかわしていきました。
これもレクサス勢同士ですから、クートは特に無理をしませんで、アンドレ・ロッテラを前に出します。しかしこう気象状況が変わるっていうのはこう皮肉な予選結果になります ね、 本当ですね。予選で上位に行くためのタイヤチョイスがっていうかね、レース、はい、レースを想定するとこんなことになっちゃうんだっていう感じですよ ね、 ですね。あのトップ2台のミシュランは別として、 BS ユーザーのトップの17号車景品ですね、はい、これはまあスーパーラップに行ったんですが、ミディアムタイヤで行ってるようですから、はい、この辺はまあ随分まあやっぱりしっかりしたっていう、どっしり構えたレースの取り組み方してるんじゃないかなと思いますね、はい、ちょっとここ数周の動きを見たいところですね。まあ、おそらくそのコースとの相性ということでは、岩田さん、レクサスよりは HSV の方がいいんでしょうね。そうですね、良さそうですね。タイヤにもちろん優しいのはレクサスより HSV なのかもしれませんが、どうでしょう、今本山 GTR が非常にいいペースで追い上げてきています。ラップタイム的には今バトルをしながらの中でしたから、あ、それでも45秒台で今走っているんですか。45秒台から46秒台で本山聡は今走っている。エネオスはここでもう早くもピットに入った。これはまだ3分の1は経過していませんから、予定外のピット、さらにゼントも入った。やはりレクサス勢のブリヂストンタイヤ、今回もダメか。これ2ストップになりますよね。2ストップになりますね、まあ、確かに300キロレースの時にはね、2ストップ作戦というのもありましたが、はい、まだ10周目ですよ、10周目。これは前回の富士ラウンド同様、ブリヂストンユーザーのレクサス勢は苦しくなりました。リアですね、リアだけでしたね。やはりリアタイヤが苦しいか、そのいわゆるデグラデーション、ささくれ立ってしまうような状況なのかもしれません。中島さん、はい、ゼントセルモはリアタイヤのみ、そしてですね、エネオスはですね、4本回転出てきました。4本ですか。さあ、そして ARTA が今300クラスに引っかかりまして、ここでウィナーが接近してまいりました。これは武藤秀樹がちょっと300のマシンに手こずっている間に、さらにカルソニックも今来ていまして、おー、カルソニックとウィナーが並んで第2ヘアピン、ここはサイドバイサイドでいきます。さらに後ろに近藤 GTR ですか、これかなりこの辺りも大接近という形になりました。武藤がちょっとこれペースが悪いんですかね。そうですね、この、集団のトップ3台もスーパーラップに行っている3台なので、はい、まあ、割とソフトめのタイヤで走ってるんですよね、現状ね、はい、で後ろからまあ自由にタイヤを選んだ24号車以降がまあ追いついてきている状況ですよね、はい。アドバン近藤 GTR は今ビヨンビルドハイムがドライブしていまして、11番手までポジションを上げてきています。この辺りも非常に混戦模様で、あっちこっちでバトルが展開、しかも GT300 クラスをこうかわしながらの各マシン走行ということになりまして、これ景品をもうすでに本山が仕留めてますね。下がりましたね、景品 HSV01 の金石俊弘の前に本山聡が出ていました。あ、ここで京浜金石が300クラスのマシンに引っかかったんですね。あ、そういうことですか。そこを見逃しませんでした本山、さすが。これは本山聡、これね、後ろから見てる方がだいぶ有利だった、ね、そうですね、上手にさばくことができましたね、はい、ですが、まあ、あそこまで追いつかれてますんで、京浜とってさほど速くないということですよね、ということですね、はい、やっぱりスーパーラップの、前方を取るために選んだタイヤに今縛られている状況ですね。一方、ね、GT300 クラスはこの R&D スポーツレガシー B4、 山野がどんどんリードを広げていっています。2位の土屋武史、ゼントポルシェ RSR に対して8秒0776ですか、はい、まあ、下リタビーですね。そうですね、こちらも、まあ、あの柔らかめとは聞いてますが、はい、どうなんでしょうね、今12周、11周ですか、これね、300は、はい、あと10周ですよね、あまり飛ばしていってもいけないですよね。あの確かに調子はいいんでしょうけれども、はい、タイヤを壊してしまっては、はい、ダメなんですよね、これね。そうですね、どれぐらいソフト面履いてるのか分かりませんが、あんまり壊してしまってはいけませんね、まあ、ドライバーもスタート前に行ってましたんで、慎重に行っていながらこの速さを保っているのかもしれませんが、だとしたらダントツに速いということですよね。安定してますからね、はい、まだなんか垂れてきた感じはないですし、はい。さあ、 GT300 クラスのトップと GT500 クラスのトップが今交錯する形になります。そしてその後ろに GT300 クラス2番手争い、土屋武史ドライブのゼントポルシェ RSR 対坂本優也ドライブの JLOC ランボルギーニ RG3、 あー、そしてこのペトロナスも今景品をかわしていきます。やっぱり景品が落ちてきてるんですね、はい、これはペトロナスが非常にペースが上がってきていますから、やはりその
スーパーラップに出場しなかったマシーンがここで有利になってきているということになりますね。なんか皮肉な結果ですよね、今のところ ね、まあ、唯一ミシュランを除いてはということになってますよね。うわ、この辺りは大混戦模様です。非常に苦しくなっている各マシーンの走行ライン、これはもう見え分からないですね。どこを通ったらいいんだ。そして今これはウェッツスポーツ行きましたね。ウェッツスポーツが前に出ていきました、はい、やはりスーパーラップに出たチームはずるずる下がってますよね、これね、はい、さあやはりこれは後ろからスタートしたマシーンの方が現段階では有利と。そうですね、唯一ミシュランが行ってしまってますけれども、これも何周持つのかちょっと見たいところですね。ロイック・デュバル、ウィダ HS2020 は9番手に上がりましたか。 ARTA の HSV が今ちょっと順位を下げてますか。そうですね、この辺りはもう大混戦でですね、300クラスと500クラスが入り乱れている状況で、やはりそうですね、武藤が順位を下げています。そうですね、この ARTA もね、予選で本当に今年一番いいぐらいの戦いをしたんですが、はい、それがかえって裏目に出たという、ね、本当に皮肉です。しかもここ そのセクター3の区間っていうのは300を簡単に500のマシンが300を簡単に抜けないんですね。この S 字が繰り返してるんで、はい、右に左にっていうとどっちにも避けられないっていう部分もあって、結局待つしかない、はい、でさらに混戦になりますよね。そうですね。さあ GT500 クラスはご覧のような順位になっていまして、 S ロードモーラ GTR の後ろにモチュール GTR が上がってきました。そして今順位を上げてくるとしているのがウィナー HSV ドロイツル、現在8番手。しかしアドバン近藤 GTR がそのウィナーを1コーナーで仕留めていきました。これもやっぱりタイヤがないですね、1号車も。ビヨンビルドタイムは今回は最後尾スタートでしたから、ある程度タイヤは自由に選択できます。これはやはりちょっと皮肉な結果になってますよね。昨日の予選のコンディションと今日決勝のコンディションが大きく変わったことで、なんていうか後ろにいた方が有利という、ね、そんな感じになりましたね。何のために前を取りに行ったかわからないような状況になってますけれども、はい、まあ、ですがあと4周ですね、はい、4周の辛抱でピット入ることができます。これでもすごいピットが混雑することしますね。考えられますね。18周終わりぐらいで大混雑という可能性もあります。そうですね、その中でこのミシュラン勢は好調ですよね、はい、今46秒7秒8秒ぐらいで走ってるミシュラン勢に対して中段4位5位以下ですよ、6位以下ぐらい あのマシンたちはみんな50秒台ですもんね、そうですね、はい。今トップの石浦博明、デンソーサード SC430 と2番手ロニクインカレーリ、エスロードモーラー GTR は落ちてないですもんね。落ちないです。空いたら6秒台ですよね、はい、46秒台特に会長ですね。 10秒差はあるんですが、ただ後ろにもモチュールが来てますね。来ている。モチュールは45秒台、そしてそれを見てエスロードもタイムを上げましたが2秒台まで近づいてきています。2秒7。何なんでしょうこの速さ。これは見事ですね。これでモチュールが25周ぐらいまで行った日にはちょっとわからないですね。これは何だったんでしょう、予選前のはい、モチュールのちょっと不調かと思われた、まあ、クラッシュはありましたけれどもね、はい、ですが、まあ、予選までのフリープラクティスでマークしているタイムで走ってるんですよね今。あ、なるほど。ですから、まあ、その辺のシミュレーションをずっとやってた可能性はありますよね。ということですかね、はい、予選が良くないんだったら決勝に向けてとにかくセットを進めるんだという2走の作戦だったのかもしれませんね、これはね、はい、コーナーの出口でちょっとお釣りをもらうような、後ろが沈み込むような動きしてるんですが、はい、まあ、それはちょっと車の切れ味をスポイルすることになるんですけれども、はい、まあ、タイヤに優しいセットということができると思うんですよね。あ、そうですか。非常にバンピーでうねりの多いこのオートポリスのサーフェスなんですけれども、はい、まあ、今シーズン終わってからその再放送される方に行きましたが、今回はとにかくそのバンキーのままですんで、あんまり硬くはできないんですね、福山さんね、これ車をね。はい、まあ、ですが見てる中では一番このモチュールが車サスペンション柔らかかったですね、 GT500 の中では。そうですか、はい、確かに動きはこうソフトにね、画面からも見えるかもしれませんが、それでこの速さ、そうですね、まあ、上手に車を合わせ込んできてますね。ということですかね、このサーキットを得意としてるっていう部分にかなりたくさんこう引き出しを持ってるんでしょうね。ということでしょうね。
しかも今シーズン後半戦に来て非常に苦しい戦いをブリヂストンユーザーは続けてきましたから、ここでなんとかミシュランに一矢報いたいというのはあると思いますがね。さあ接近してきました、元山とロニー・クインタレリの差さらに接近です。2秒3ぐらいですかね。そして今5番手にポジションを下げているケイヒンが行きました。その後ろはどうでしょうか。あ、そして今300クラスの2番手争いがその間にいまして、土屋武史が少しランボルギーニを500クラスのマシンを使って間を空けたんですかね。まあ、このあたりはさすが土屋武史ということですかね。はい、トップ の、 あの R&D レガシーともさほど離れていっていませんので、はい、まあ、トップの山野君も少しクルージングといいますかタイヤ板割りに入ったのかなって感じしますね。はい、そしてチャンピオンを争っている初音ミクグッドスマイル BMW、谷口信輝は現在5番手、そして田中哲也の JM ゲーナーディクセルフェラーリ、こちらは今7番手。そしてフェラーリが抜きに出るか、新田森生のこの APR カローラを抜きに出ようとしましたが、ここはベテラン同士の戦い。フェラーリとしてはなんとか BMW を仕留めたい。そうなんですよ ね、 そうですね。あのフェラーリの方が追っかけてる、ポイント的に追っかけてるあの立場なので、はい、やっぱりあの BMW の前でゴールしたいわけですよね、初音ミクもね。これ前を行く新田森生選手としてもごめんなさい、チャンピオン争いで邪魔するつもりはないんですという、今状況だと思いますが。そうですね、まあ、でもね、譲る義理があるわけじゃないですからね、はい、譲るわけにはいきません。これはもちろんね、順位を争っているわけでして、まあ、あの後ろの車の方がやや仮に速いとしてもなかなかそれで前出すわけにいかないですよね。でも面白い景色ですね、フェラーリの前をカローラが走ってるっていう。そうですね、まあ、300クラスはね、300の面白いところ、面白いところでありますけれどもね。そろそろピットに入っていいタイミングに差し掛かるんですかね、 GT500。 あ、今17周目ですから、もう間もなくあと 1,2 周でということになりますが、入ってくるかもしれないですよね、はい、これだけ落ちてると。あ、そして今500の車を前に行かせたところで、また田中哲也が少し隙を伺っていますが、前に行くことはできません、ちょっと外行っちゃいましたからね、はい。これはどうなんでしょう、ストレートスピードはフェラーリの方が速いように思うんですが、そうでもないんですかね。このフェラーリはそんなにめちゃくちゃストレートが速いわけではないんですね。あ、そうですか、はい、今ストレートに戻ってきます。この出は良かったですね、最終コーナーのでは。ここのカーボラがピットに入った、早かったですね。あ、これはやはりタイヤ厳しいんですか。まあ、300クラスはこれ福山さんギリギリ3分の1ですか。はい、大丈夫です、ね、大丈夫ですか、はい。ここで新田森生が入って国本裕二に変わります。さあこうなると前に遮るものがなくなって、チャンピオン争い2台が直接対決ということになりますかね。その前にこのカローラが今ピット作業を行います。まあ、これは予定通りだったのか、それとも非常に苦しかったのか。まあ、一応あの300は51周レースぐらいの想定であの組んでると思うんですけれども、はい、あのラップされる分を計算して、はいはい、ですから、まあ、ちょうどこういう作戦だったんじゃないですか。そういうことですかね。あ、ガライアも入りましたね。ガライアですよね、今ね。ガライアも入っています。ガライアもね、ちょっと後ろがきつそうな動きしてましたからね。あ、そうですか、はい。その中で R&D スポーツレガシーはまだ全く問題なく周回を重ねています。あれ、ちょっとガライア時間がドライバーって言いますか、かかってますね。そうですよね、はい、ベルトですかね。ベルトがきちんと締まらないのか。これ松浦君スタートですから、今からこれ高木君が乗り込んでるところと思うんですが、はい、あ、どうやらできました、ね、中島さん、はい、ベルトがですね、やっぱりうまく張れなかったですね。ちょっとそれで時間手間取ってしまいました。あ、これでまたタイムロス、まあ、おそらく順位をまた下げるということになるんでしょう。いや、結構残りラップが長い旅路になりましたよね。でもね、あ、そうですね、はい。さあ、レイブリック伊沢拓也が今7番手、ただ後ろから片岡達也のこのウェッズスポーツが、いや、今回ウェッズスポーツ頑張ってますよ、ますね、はい。片岡はこれかなり順位を上げて今8番手ですよ ね、はい。さらにその前を行く7番手伊沢も狙っています。これは横浜のいいタイヤを選べたということなんですかね。そうですね、まあ、いいタイヤというか、かなりこの長持ちするタイヤで走ったんですね、はい。ビルドハイムのアドバンコンド GTR を今6番手まで上げてきていますから。そうですよね、ですからちょっとまあ蓋されている状況なんで、これ前出れたらスルスルっと行ってしまうと思うんですよね、はい。この路面温度の状況で横浜タイヤは非常に合っているのかもしれませんね。集
周回数18周目に入っています。この周が終われば GT500 クラスも3分の1経過。もうブレーキングダメだ、アウトに膨らんだ。そこでまたエプソンが来ます。後ろから続々と襲いかかってきます。残念でしたって感じでしたね。頑張ったんですけど頑張りましたがダメ。あ、そしてレーブリックは右のフロントフェンダーがめくれているぞ。これ当たったんですね。ちょっと当たったんですね。かもしれないですね。あ、片岡がブレーキングでタイヤをロックさせまして、今レーブリックと接触したかもしれません。レーブリックはポジション守りましたが、エプソンが間に入ってウェズスポーツ、その後ろに D ステーション、アンドレ・クートということになります。さらにその後ろがロイック・デュバルですか。そうですね。この辺りは目まぐるしく順位が入れ替わる形。ちょっと片岡もまあね、急ぎたいかったですよね。先が離れてってますんでねちょっと急いでましたね。あ、そしてここでレイブリックがピットに入りました。これも、まあ、フロントフェンダーを痛めてますから、接触のダメージも含めてということかもしれませんけれども、どうなんですかね。今のは井田さん、あのまま走れますよね。そうですね。破片さえ燃いでしまえば、はい。しかしタイヤは厳しいですね。300も厳しいはずなんですけれど、ね、はい、まあ、今のところ2台ですか。そうですね、はい、まだ2台しか入っていませんね。あのトップの山野選手が持たせてますね。持たせてますよね。まだ56秒台でラップしてますからね、はい。ただ後ろのゼントポルシェ土屋武が55秒台に入れてきました。にじり寄ってますよね、少しね。あ、そしてフロントフェンダーを今直せという指示ですか。あ、直せか。これ無理ですね。直せですね。これも直せないですよね。これは何かで覆うわけにはいきませんか。あ、ガムテープでとりあえず補修ということですか。あ、これトップと3台が迫ってきましたね。そしてこれデンソーサードとエスロードモーラの差も今2秒024。かなりさすがにあのペースで走り続けることはできてないんですね。はい、縮まりました。さらにこれでも超意外な展開ですよね。そうですよね。この景色はもうチュールオーテックがさらにそのロニークインターレディエスロードに対して1秒6ぐらいまで接近してきています。これは本当に意外ですね。どんどんミシュラン2台が行くかと思ったんですが、もうチュール来ました。元山来た。これはすごいですね。うわ、ここまで一気に迫ってきます。カルソニックはこれ1回ピット入ったようです ね、 今ね。あ、1回ピットに入ったんですね、はい、カルソニックはね、はい、今出てたところですね。これでそうするとカルソニックはチャンピオン争いからこれで一歩ちょっと退いた感じですね。そうですね。松田次郎に変わりましたが、ちょっと苦しい戦いになりました。そしてトップ争い3台はご覧の感覚、元山がやはり間合いを詰めてきます。本当意外って言っちゃ失礼ですけど、ここに元山選手が来てるっていうことはスタート前にはちょっと考えられなかった。考えられないですよね、はい、素晴らしいですね。確かに前回の富士でもカルソニックはね、13番手スタートから2位でしたっけ、はい、というのがありますが、あ、そしてウィダー入りました。ウィダーが入ってデュバルから小暮交代。これ残り34。これでもね、どうなんですかね、2ストップじゃないと持たない可能性までありますよね。あ、ね、まあ、ここからのタイヤはあまり速く走れるものを使えないですよね。34行こうと思うと。もちろんこれは4輪変えて出ました。そして ARTA HSV010 も今入っています。やはり早めにピットに入って、まあ、なんとかその硬いタイヤで最後まで走り切ろうと。おっと、今アウトラップで、今のはちょっとタイヤいっちゃってないですか。フラットスポットさせましたね。フラットスポットを小暮作ったかもしれません。焦る気持ち、流行る気持ちが、まあ、こういうミスをね、ちょっと焦り招くんでしょうね。あのスタート前のインタビューも硬いですもんね、あのチャンピオン争いしてる人たちはね。でも、はい、ジロさんどうぞ。ウィーダーですけども、ピットに入ってきたですね、フロント左側見ましたら多少ですね接触した跡があるんですね。あ、そうですか。でカウルが多少壊れてるんですけども、はい、そのオーガナイザーからはですね、オフィシャルからは直す指示は出てません。そうですか。逆にですね、ARTA なんですけども、こちらもフロントにですね傷がありまして、はい、そちらの方はガムテープで修復するようにって指示が出ました。そうですか。いや、大変なことになった。その間に大変なことになりました。トップ争い3台が GT300 に引っかかって大接近。ワンパックになりましたよ。こんなことになるのか。今デンソーサードの後ろにエスロードモーラ、そしてモチュールが続いています。そして300クラスをかわしながらの大接近バトルになりそうだ。これは大変なことになりました。これはわからないぞ。これはわからないぞ。
さあまずはモチュールがSモードローラーの後ろぴったりついていく。この上り勾配ではもちろん手を差し掛けるのは無理ですね。そうですね、ちょっとまだリスクありますしね、じっくり見たらいいと思いますが、この中ではやっぱりモチュールが一番ちょっとアドバンテージあるんじゃないですか。ありそうですよね、ありそうですよね、はい、となるともう一気にこのメインストレートから1コーナーで仕留めるという可能性もありますね。そうですね、スーパーラップ行ってますんで前の2台は、はい、やはりいくら銘柄違うとはいえソフト系で行ってますから、はい、あと10周行けるとはちょっと思えませんのでね、はい、そうすると中島さん、はい、どうぞ二郎さん、そのですね、そのトップ2台のミシュランなんですけども、はい、まあ、温度が上がってきたことで安心が増したということなんですけども、はい、摩耗に関してはですね、テストの段階でも温度が全然違うんで、摩耗に関してはやっぱりまだ解消マークがあるというふうに言いました。そして京さん、ごめんなさい、1コーナーでモチュールが前に出た。1コーナーが1つポジションを上げました。1コーナーでモチュールが1つポジションを上げました。2番手に上がってきた。これ全然スピード違いますね。ちょっとミシュラン落ちてきてますね。これはミシュランもやはりタイヤ苦しい。むしろSロードよりもデンソーの方が落ちてきてますので、これも時間の問題でやっぱり料理してしまうと思いますよね。元山が一気にこのまずはSロードを仕留めました。そして今度は石浦のデンソーサードにこれから襲いかかろうというところ。結構石浦君も辛い状況にいますからね。今こんな展開は全く予想がつきませんでした。すごいですね。明らかに速度差があります。コーナーリングスピードが全然違うぞ。これでは石浦ちょっと守るのは難しいか。待ちましたね。あ、ここは一旦待ちました。2ヘアピン、はい、第2ヘアピン待ちましたが、まあ、元も子もなくなるといけませんのでね、はい、じっくりいけばいいと思います。もうすでに相当アドバンテージありますから、モチュールはこれもう最終コーナーの脱出を速いスピードで出るように考えて持てます選手は、はい、やはり1コーナーの入り口で刺すのが一番こう安全でしょうね、はい、そうですね。サスペンションちょっと柔らかいので1コーナーのインガーでブレーキングもできると思いますので、そういう意味ではただミシュラン勢はこの状況であれば入ってタイヤを変えた方が作戦的にはいいんじゃないんですか。そんなことはないですか。どうでしょうね。残りラップですよ ね、うん、まだね、残りラップ考えるとだいぶあるんで、はい、ちょっともうちょっと引っ張りたいところなんですよね。はい、元山選手が有利だな。さあそして今最終コーナーをトップ争い2台が立ち上がってきます。さあまずはデンソーサード1台前に300クラスのマシンがいますが、ちょっと距離があるな、大丈夫かな。その横を抜けていく形、わずかに差がまだありますが、 SC ストレート速いんですね。ストレート速いですね。速いですね。ストレートはこれは SC レクサス SC の方が速い。そうなると元山君も少々リスクを負ってでも第2ヘアピンでっていうことになりますよね。ああ、そうですか。昨日ブノアがクラッシュしたあの第2ヘアピンで石浦デンソーサード SC に元山 GTR が襲いかかるのか。そして今用意を整える井口トレルイエの2人のドライバー、いつこの2台が入ってくるのか、またこれも勝負に影響を与えます。いや、井口君は大仕事残ってますね。これはね、本当ですね。はい、ブノアの方はよっしゃーって感じだと思いますが、九州柳川出身、地元のこの井口、さあこの手から上りどうだ。さあ距離に行くか、勾配でまた後ろにぴったりついて元山が行く。ちょっと遠いね。あー、ここではまだ行けないか。もう一射し欲しかったね。ここで行けないとストレートは難しいですね。もう一周待たなきゃいけないでしょうね。あのストレートさ見るとやはり1コーナー無理っぽいので、はい、さあリスク低いところから行かなきゃいけませんから、やっぱり今の第2ヘアピンだと思うんですよね。はい、今23周目、こういう反復するところでは明らかに元山選手の方が小さく車が回ってますよね。ここでも明らかに元山の方が動きがいいですが、まあ、この辺を指すとリスク高いのでここは抜けないですよね。はい、最終コーナーに集中してもう一度ストレートやってみるか。この辺りはもう近づきすぎてちょっとアクセルを抜かなければいけない感じですよね。元山選手の方がそうですね、追いつきながら出てくるのがいいですね。ああ、追いつきながら出てきましたが、どうでしょう、スリップは使えていますが、やはりレクサス SC のストレートスピードが速い。デンソーサードが1コーナーに向かっては逃げていきます。それではこの1コーナーで勝負に出ることはできません。元山、そしてやっぱり第2ヘアピンですね。ですね、まあ、石浦君もよくやってますね。でもね、いや、頑張ってますね。相当タイヤは辛い状況にいるはずですが、さあ石浦がなんとかこの苦しい状況の中、元山を抑え込んでいます。300がいるのでちょっと微妙になってきましたね。うわ、この辺りも自由にラインを取れる元山に対して、そうですね、自由に取れてますね。石浦の方はもうとにかく一番速いラインを通るしかありません。さあ、この先の左100
100R、ここはタイヤの差が出ますんでね、はい、ここで追いつきながら上り坂に差し掛かりたいところなんですよね。なるほど。さあ、そしてまた300クラスのマシンがここにいる。どうだどうだ、この後のニヘアピンの飛び込み、どうでしょう。ダメか。まだいけません、まだいけません。300がスピードを乗せるのには適せないところにいましたね。あ、そういうことですかね。まあ、ちょっと焦らずに行ってもらいたい。まあ、そのあたりは百戦錬磨、まあ、大瀬戸ですから、まあ、ミスを犯すことはまずないと思いますが、そうですね、これはどちらかというと石浦選手の方がはるかにプレッシャー強いです。そうですね、はいはい、もうワンミスでコースアウトしそうな状況で今ね、抑えに走ってると思いますのでね、かなり奮闘してますよね、石浦君ね。ただ前回富士ラウンドで残り3周まで勝利がもう目の前にぶる下がっている状態で、いや、おっと、元山が今ちょっと滑りました。あ、そしてまあ今ラインを少し変えましたけれども、特に問題はなさそうですね。滑ることでタイヤを痛めることはそんなにないんですかね、これはね。いや、 やっぱりずっとやったらダメですね、はい。あ、そしてこれ石浦にこうずっと抑え込まれている関係でスロードモーラー、ロニークインタレリーをまた追いついてきました。これ元山君のタイヤとてそう楽ではないのかもしれないですね。あ、そういうことですよね。さすがに25周プッシュし続けてきてますんでね、はい、そうでしょうね。一番早く走った車ですよね、今ここにいるというのは。まあ、あと2周走ると中間点折り返し点ですから、はい、同じタイヤでまた走ることができますよね、はい。もしこれ半分まで引っ張れれば全く同じタイヤでブノアが走れるわけですからね。そうですね。うわ、そしてまた接近だ。いいね、後ろにぴったりついた。これはどうだ、この先で勝負に出るか元山。さあ、モチュローテック GTR がトップに立つのか。今の 100R がいまいち速くないですね、 GTR で。そうですか。いけない、ここではまだいけません。 100R は電走速いですね。そうですね、早かったです。あのタイヤの差がある段階では 100R もちろん速かったと思うんですが、はい、今ちょっと釣り合いが取れてますよね。そうするとこの上りの最終セクションで少し差がありますが、あ、ペトロマストムス SC430 がピットに入って出ていきました。ほぼ折り返し点なので、うん、引っ張りましたね、ロッテラーは。さあ、そしてまた3台が接近です。トップ争い3台が接近。カルソニックは周回遅れ、松田次を。もう元山君も先ほどまで行けなくなってますね。ああ、そうですか、はい。ああ、確かに今フロントがちょっと逃げましたね、はい。先ほどもここもダメ、はい、なくなってきました。これは元山のタイヤとでやはり厳しい状況は変わりありません。だとすればラップタイムが今どうですか。元山1分48秒台、石浦47秒台、ほぼ同じようなタイムです。次のラップあたりで前車がさっと入ってくるかもしれないですね。そうですね、今26周目に入りました。54周の決勝レースですから、これで間もなく半分を経過ということになります。まあ、セカンドドライバーがよほどラップタイムが遅くない限りですね、引っ張る意味はもうないので、はい、入ってしまえばいいんですよね。さあ、そして今トップ争いが GT300 クラスの2位争いのグループに追いついてきました。現在2番手は土屋武史 Z ポルシェ、そして坂本優也のランボルギーニが3番手、紫電加藤が現在4番手、谷口がその後ろ5番手です。中島さん、中島さん。はい、どうぞ。竹内さん、こちら46号車モーラなんですが、ピットインの準備を始めました。そうですか。まあ、これはもう半分ですからね。そうですね、これは入れた方がいいですよね。さあ、そしてまたぴったりと元山が石浦の後ろに着いた。なんだ、ここで並んで前に出た。狙いすましていました、ニヘアピン。ようやくここで仕留めました元山。でもやっぱりここでしたね。ここでしたね、よく100R、まあ、300がいたので、ちょっと石浦もアクセルを戻さざるを得なかったのかもしれませんが、行きましたね、はい。今ちょっとリスクを負って入っていったということは、元山君はまだ周回できるというふうに踏んでる可能性がありますよね。あ、そうですか、はい。うわ、すごい差がついた、はい。あ、もう一気にここで後ろを引き離していきます元山聡。これはやっぱりタイヤの状況はいいんですか元山。まだ引っ張れると思ってるんですね。石浦の方が相当今厳しい状況かもしれません。この 100R がやっぱり300クラスに引っかかってたんですね。そうですね、スピードが乗ってなかったですね。いや、ただ元山もギリギリのブレーキですね、はいはいはい。左の前輪がもうロックギリギリの段階でなんとかここで前に出ました。まあ、チャンスなのでほっとく手はなくて入ったのか。あ、そしてエスロード入りました。すごいな、11台抜きですと浜川さん。そうですね、11
1台抜くエネルギーを使っているわけですから、タイヤはね酷使されているはずですけれども、はい、さあそして今 S ロードモーラ GTR が入った。そして300クラストップ山野哲也、 R&D スポーツレガシー B4 も今一緒に入りました。はい、もう GT300 の方は半分以上いってますんでね、これでね山野哲也タイヤ持たせましたね。持たせますね。しかも2位に6秒ぐらいの差がありますか。 S ロード今ピットアウト。中島さん、はい、どうぞ。こちら23号さんもチューローテックもピットインの準備を完了しました。そうですか。あ、そして今この初音ミクグッドスマイル BMW もピットに入ってきました。まあ、仮にモチュールがまだ走れたとしてもですね、ニュータイヤにしている連中が今タイム稼ぎますので、やっぱり入らないといけないということですね。はい、さあ S ロードは今、おー危ない危ない、曲がらない曲がらない、柳田正孝に変わりました。やっぱ1周目のここはね、近いんでタイヤが温まるままなく結構危ないですよね。おそらくブランニュー の、 あの真っさらで行ってる可能性がありますね。はい、ただロニクインタレにもおそらく若干痛めたタイヤで、ね、よく粘りましたよね、これ S ロード。そうですね。さあじゃあここを邪魔してもらわないでしっかり行って、本山君はここでもう入らざるを得ないですね。本山聡ももちろんタイヤは厳しい状況ですから、この後入ってくるでしょう。はい、S ロードももう3秒ぐらいでしかありませんでしたので、はい、もう相手はニュータイヤでタイムが上がってきますからね。さあそしてミスモの定評あるピット作業、いかに早くこの本山からルノアとレルイエに変えて送り出すか。あ、そしてデンソーも同時に入った。デンソーも同時に入りました。すぐ後ろピットワーク勝負になりました。さあミスモのピットはどれぐらいでこの23号車をコースに戻すことができるのか。そしてデンソーサード SC430 はどうか。前回富士ではデンソーは結構燃費ギリギリ、ガソリンギリギリで出しましたけどね。本山君いい仕事しましたね。いい仕事しましたね。素晴らしかったね今日の本山選手は。あ、ちょっとどうかな。今モチュール作業終了、28秒後、デンソー22秒8、デンソーが前だ。デンソーサード SC430 ここも攻めてきました。早いですねデンソー。前回富士もそうだったんですが、給油時間短いですよね。さあこれインラップのタイヤの温まり勝負ですね。そうですね。ただこれミシュランの方がタイヤの温まりはいいと言われています。さあ今度は井口拓人対ブノアトレルイエの戦いに変わります。そして後ろから柳田正孝、Sロードモーラ、こっち温まってますからねタイヤ。これもまたかなり接近してくるはずですよね。今タイヤも一周温まってますから、はいはい、うわー、モチュールなかなか上がらない。シーカブノアトレルイエ無理はできません、無理はできません。後ろからタイヤがきちんともうすでに温まっている柳田が接近。ミシュランタイヤ、うわー、これはまだブリヂストン熱が入らない、熱が入らない。ここはもう完全に速度差があります。柳田正孝並びかける、ブノアトレルイエここで踏ん張るか、ダメか、どうだ。2台まだ並んでいる、まだ並んでいる、まだ並んでいる。ここで柳田が前に出ます。やはりこれは苦しい、トレルイエ。これはまだドラマがありそうですね。ありそうですね、これからですよ、勝負はこれからですね。勝負はこれから、はい、また前半と同じ戦いがこれからドライバーを変えて行われるということになるんでしょうか。ただトルルイエはタイヤが温まったら本山と同じ条件ですから、はい、今度はこんなに近くにいるわけですよね。そうですよね。これはかなり速いんじゃないですか。いや今慌てる必要はないですよね。はい、ブノアはもうタイヤ温まったら火つくでしょうきっと。そういうことですよね、はい、ただまだ、ね、半分あるわけです。半分ありますからね。今景品もそれからカルソニックももちろんウィーダーもですね、今回順位を少し下げていますから、 S ロードモーラとしてはそんなに無理をしなくてもという部分もありますかね。そうですね、その辺は十分チームとしてはチャンピオンシップを狙った采配をしていると思いますよ。はい、さあそしてタイヤが温まっている S ロードモーラが今度はデンソーサード井口の後ろに接近。柳田正孝と井口拓人の勝負ということになりますか。ただこれでおそらくミシュランのデンソーサードもタイヤに熱さも入ってきたでしょうね。はい、さあこれで、まあ、条件としてはあまり変わらなくなりました。あ、しかし2台がこれでバトルになりそうだ。井口と柳田の今マシンが接近、デンソーサード対今度は S ロードモーラの接近戦になりそうです。これはどうなんでしょうね、同じミシュランタイヤユーザー。そうですね、まあ、デンソーは優勝が欲しいですし、はい、S ロードはチャンピオンですしね、はいはい、まあ、目の前の勝負にあまり熱くならない方がいいですが、はい、
さあぴったり後ろにつきました柳田。もちろんドライバーとしてはこの柳田の方がインスキルチュリア先輩ということになるんでしょうけれども、これはまたちょっと面白い戦いですね。はい、井口君の温まったようですね。今の 100R はもう負けてなかった、むしろ早かったですね。そうですか。あ、しかしまた近づいてきます。おっと、ちょっとまた今立ち上がりでわずかに今ちょっと失速しました ね失速になって、ここで柳田が狙ってくるが、ここはなんとか井口も守り通しました。6コーナー、ヘアピンの立ち上がりちょっと井口がトラクションのかかりが悪かったようにも見えました。そうでしたね。ブノワ選手が後ろまで来ましたね。ああ、またそうですね、はいはい、うわうわうわ、これまた三つどもえだ。そしてこの上りのセクションではさすがに勝負を挑むことはできません。うわ、もうまっすぐ真っ白だ今まっすぐ行きましたね、あそこ曲がってるんですけど、まっすぐ今ブノワトレイルに行きました。ブノワ早いです。これは早いぞブノワトレイルイン。あまりブノワが熱くなるとタイヤつかきっちゃうんでね。あ、そうですよねそうですよね、はい、あ、しかしもう追いついた。あんまりこの熱くなってしまったブノワに落ち着いていけないことはできないのかもしれませんが、さあストレートほぼ等間隔で通過。ただストレートはデンソーサード SC430 が伸びます。ブノワ選手としては昨日 あの予選のスピンのお名挽回もあるんで相当燃えてるでしょうね。言ってますよね、ブノワね。これちょっといいですよ。そしてもう一気に柳田に襲いかからんばかりに後ろにぴったりとつけていきます。これはヘアピンきますね。そうですか。さあこの後の第1ヘアピンはどうか、そしてその先の第2ヘアピンが勝負かもしれません。第1ヘアピンでもラインを少しずらして立ち上がりでクロスさせていこうかというブノワトレイルイエ。どうだ、 100R で近づいていきますが、ここはしかしさすがに前に出ることができません。さあ問題はこの後第2ヘアピンの進入。デスロードは10点取ればいいですからね、はい、このレースでね。あのウィダーもちょっと後方にいますんで沈んでますんでね。あ、しかしそれでも柳田インガーキープ、ここは守りました。ここは守りました。ね、あ、ただちょっと立ち上がりで苦しい立ち上がりが、スピンしていた。危ない前でランボルギーニがスピンしていました。調子の良かったランボルギーニ86号車ですよね。あ、もったいないな。これは2位争いをしていた坂本ですか。そうですね、あそこね、あのここから来る車が見えないところにいるので、はい、ちょっとリスタートが難しいですよね。後ろにずいぶん下がった方がいいかもしれませんね。あ、そしてここで300クラスのマシンを使ってブドウトレルイエが前に出ていきました。あ、なんかあっけなかったですねドラマはドラマはあっけなかった。さあそして今度はデンソーサード井口にブドウトレルイエが襲いかかります。これはなんというかサバンナで獲物を見つけたライオンみたいな状況で今。そうなんですよ。あのですがタイヤっていうのはですね、あの温まりきるまでは飛ばさない方が長持ちするんですよね、はい、温まりきるまでにやってしまうとあのライフが短くなりますんで、ちょっとこれ心配ですけどね。今ここだけあのこの時点で酷使している状況が。そうは言ってももうこの火がついたブノは誰も止められない状況かもしれませんね。だからここはもう井口としてもそんなに無理をせず前に行かせるという可能性もありますかね。いや、ここはでもやっぱり抑えたいですね。ここは無理するしかないでしょう。ないですか。もうあと2レースです。そうですか、はい、前回ねあれだけ悔しい思いしてますからね、はい、もう伝送は優勝しかいりませんのでね。ただその中で接触だけはなんとか避けてほしいんですが、どうかな。ブノワがどうやってこの井口に襲いかかるのか。コースインラップから飛ばしているブノワが少し心配なんですが、まあでも周回数は25周ぐらいでいいので、はい、まあ元山君よりは少ないということですよね。あ、しかしまたここで立ち上がりはちょっと第2ヘビーの立ち上がりは悪いですよね。伝送サードね。そうですね、まあ、接近はしますがこの先の6コーナーはさすがにインに飛び込むことができません。かなりの高速コーナー。300クラスのマシンに前のこの伝送が引っかかった時がブノワにとってはチャンスかもしれません。あ、そしてこの上り勾配で今井口がちょっと引っかかったか。どうだ、これでまたブノワが追いついてくる。しかしここでは前に出ることはできません。うわ、しかしさらに急接近。今最終コーナー立ち上がってきたメインストレート、スリップストリームに完全にブノワトレールへ入っています。ここはレクサス SC のストレートスピードが勝るか、それともブノワのファイティングスピリットが勝るのか。1コーナー勝負に持ち込めるかブノワトレールへ。どうだ、行くか、ここで行ったか。なんと飛び込んでいく、2台並んでちょっと接触。しかしここはなんとか井口も踏ん張るが、ブノワトレールへだ。ブノワトレールへ。しかしまだ井口も粘るがやはりトレールへです。
いや待ちませんね。待ちません。なんか随分急いでますね。これも井口君としてはどんどんまた追っかけてですねタイヤを酷使させるしかないですよね。あ、そうですね、はい、後ろからもうとにかく攻めて攻めて、はい、ぴったりついていってこのにタイヤを使わせるしか今度逆転の、ま、可能性がなくなってまいります。そうですね、ガンガンチャンス見つけてはプレッシャーかけるしかないですよね。ただ福山さん、ドッグファイトの時のブノア・トレルイエほど怖いものはありませんね。いやもうスイッチ入っちゃったら誰もオフできないですね。本当ですね。何もあんなに急いでいかなくてもっていう感じもしますが、ね、あの明らかにもう、ね、ペースとしてはブノアの方が早いんだと思いますが、はい、あの今の1コーナーは特別チャンスだったわけでもないですよね。こじ開けてったような感じでしたから、本当ですよね。まあ、豪快なドライビングを見せましたブノア・トレルイエ。モチューローテック GTR がここで先頭に立ちます。1コーナーまだ距離がある、ね、はい、ありましたよまだ、はい、ここで行きましたからね。ゆらさんよく行きましたね。これないんで、そうですね、本当にこんなに急ぐのかいってまだ十分時間あるよみたいな感じですよ ね、まあ、横にまで並んでなかったですからね。井口もおそらくここではまだ距離があるだろうと思ってたかもしれませんね、はい、まあ、ミラーは見てたのでねイン閉じることなかったですけれども、はい、なかなかもう火がついちゃってて、あとこれ本当に追っかけてタイヤ使わせるしか手はないんですが、ただ後ろから柳田エスコードモーラがまた井口に接近してきてますから、この2台がまたバトルということになりますか。そうですね、今度こちらはバトルになりますね、はい、ちょっとあのモチュールは逃げちゃいそうな感じがありますね。さあこのミシュランタイヤユーザー同士のバトル、これがまた激しくなりそうです、はい、ちょっと井口君がバックミラーあまり見ないで前へ前へという気持ちでね前に集中してタイヤの摩耗と前に集中していくべきですね。あまり悪いことを考えずに、はい、後ろから来ているエスロードモーラは60キロのウェイトハンデ、前を行きますデンソーサードは29キロ。あ、そしてこれは300クラスの2番手、いやトップ争いですか、先ほどトップのレガシーはピットに一旦入っていますからね、はい、まだドライバーが変わっていないこの2台、まあこの2台は、相棒がジェントルマンドライバーですからとにかく引っ張れるだけ、はい、引っ張らなければいけないですよね。同じ作戦の2台ですからね、はい、どっちも我慢のどっちがどこまで我慢できるかっていう勝負でしょうね、はい、そしてオリトマノブのこれリールのリーニが3番手に上がってきているんですか。これすごいじゃないですか。そうですね、はい、まだこれオリトも変わっていないんですが、もうこのすぐ後ろまで来ているランボルギーニはそうですか。あ、これはオリトは随分追い上げてきましたね。え、オリトのすぐ後ろはまだ30秒後ろですか。あ、そうか、はい、ということはこれはさっきスピンをしていた、はい、周回遅れのマシンですかね。さあということはこれは2台は今トップ争い、まあ、そのレガシーはね先にピットに入っていますから、はい、これがピットに入った時にどうかというのはありますが、とにかくまず現状ではこれトップ争いということで加藤博樹が土屋武史を後ろから攻めていくという形になりました。35まで引っ張りたいと思っていると思いますよ。35周ですか、はいはい、要するに残りを3分の2を超えない周回数ですよね、はい、ただ先ほどピットに入って出てきた佐々木浩太が今はい、ファーストストラップを記録しながらどんどんと追い上げてきてますね。そうですよね、プレッシュタイヤでガンガン行ってますから、はい、事実上は差が開いていってるんですよ ね、 ううこれ引っ張れば引っ張るほど、はい、ただこれはもうチームがね、そうですね、戦略ですからね、戦略ですからね、はい、となるとこの2台はですね、お互いにこの2人のジェントルマンドライバーの、まあ、勝負とそうですね、いうことにこの後なりそうですよね、はい、もういい勝負、この2人はこの2人でいい勝負してますから、はい、この辺は試練のもう一番早いところですけども、あ、加藤弘樹がねストレートに出たところでやっぱりスッと離されるという展開でずっとこう同じ場所にいますよね、はい、今回は試練の高橋さんも結構いいタイムで走ってるんで、はい、そうです、調子がいいですよね、はい、この2台はセカンドドライバーに変わってからでもこの調子でバトルが続く可能性ありますよね、はい、鈴木明弘選手も朝のフリー走行でいいタイムで走ってましたからね、はい、そうですね、選手を入れ替えてこのポジションでバトルが続くような気がしますね。これはただ土屋武史対加藤博樹のバトルって面白いですね。そうですね、お互いベテランでうまいドライバー、はい、引き出しのいっぱいあるドライバーですからそうですね、そうきたか、じゃあこうしてやるみたいな駆け引きがあると思うんですけどもね。
さあそしてペトロナスは今中島和樹に代わっていまして5番手いいですよね、はい、ここまでやっぱりきちんと上がってきてますから、ね、はい、柳田の後ろがこのペトロナスということになります。あそして今エスロードモーラ、柳田が今度は井口にまた接近、300クラスのマシンをかき分けながらのバトルということになります。ただこれもおそらくストレートはデンソーサードが伸びますから、柳田としてはもし抜くんであれば福山さんどこかでリスクを背負ってでもということでしょうね。そうですね、まあ、ただウィーダーがかなり後方にいますので、はい、まあ、8番手ですね今ね、はい、ですから選手権ポイントとしては本当に楽なので、はい、46号車 S ロードは10ポイント今回、まあ、3位だと11ポイントですね、はい、取れればまあまあほぼ大手っていう感じがすると思うんですが ね、 そうですか、はい、ウィーダーは今8番手を走行中です。小暮隆にドライバー変わって、小暮に変わった直後にちょっとタイヤをロックさせましたけれども、はい、ラップタイム的にはそんなに心配することではないんですかね。大丈夫そうですね、はい、今前頭セルモ SC430 平手公平がまだピットに入っていませんでトップを守っていますけれども、その後ろにブナートレルイエ、そして井口と上、はい、どうぞ。前の週にですね、前頭セルモは入りました。入りましたか、失礼しました。はい、2回目のピットを済んでます。はい、そうか、序盤に入ったんですもんね。そうですね、まあ、2回ピットなのでちょっとしょうがないですね、はい、これはもうちょっと勝負権ないかもしれませんね、はい、さあもしこのままの順位でゴールすればこういうポイントという今表示ですかね。柳田クインタレディ組が68、小暮デュバル組と立川平手組が55、13ポイント差ですか。 あんまり開かないんですね。今も12ポイント差、ね、スタート前が12ポイント差ですからね、これしか開かないのか。これはやっぱりちょっと頑張って2位にまでは最低でも上がりたいところですね。あと4ポイント取らなきゃいけませんね、うん、そうするとね、セーフティーリードにはなってないですよねということですね、はい、あんまりゲインしてませんので、今だとこのままだと11ポイント獲得、井口君を抜くと15ポイント獲得ということになりますよね、はい、なるほど。ちょっと行きたくなってきますね。まあどこかで勝負に出るという可能性ありますね、はい、上位の争いなので1台抜くだけでのポイントが大きいですからね。そうですよね、はい、下位だとまあこんな小さな差なんですけど、もう1、2、3の中 の、 ポイント争いってはとても大きな数字がもらえるので、はい、これはやっぱりどうしても抜けっていうことになりますよね。そうですね、20、15、11となってますんでね、優勝は20ポイント、2位は15ポイントです。西田武史入りましたね、ゼントポルシェ RSR はピットに入りまして鈴木明宏選手に変わります。36周目にトップが入ったところでピットに入ってきました。試練はまだ行ってますね、加藤博樹。そうですね、よく持たせますね、土屋選手も加藤選手も。そうですね。さあ間もなくトップが今36周目ですから3分の2を走り終えるという形になります。さあそして今土屋武史から鈴木明宏に変わりました。ゼントポルシェが今戻ってきました。レガシーはすでに通過。 SG チャンギーはこれは今ですから今前に来ました。そうですね、この6番に入ったところじゃないですか。チャンギーは終わってますか。SG チャンギーはピットに入ってますよね。そうですか。SG チャンギーより後ろに今出てきたということですか。うん、ちょっとやっぱり傷んだタイヤで引っ張りすぎたっていうことですかね、まあ、まあ戦略なんで過ぎたっていうのはちょっと表現悪いですが、まあ、SG チャンギー今回予選があまり良くなかったんですけれども、ペースとしては非常に速かったかもしれませんね。順位を少し上げてきている可能性があります。もともと速いですからね、はい、朝のウォームアップなんかでは速かったですからね、はい、すごくいいタイミングでした、ね、はい。ブドア・トレルイエは先ほどの周回1分46秒856、まあ、各マシンをかき分けながらの走行、300クラスのマシンも含めて。でも今の周回を見ると井口選手45秒台ですから、はい、決して悪くないんですよね、うん、そうですね。ただまあ距離としてもう少しブドアに近づきたいですよね。プレッシャーをかけたいところですね。ですよね、うん、今2秒819トップと2番手井口との差があります。そしてフェラーリは JM ゲーナーのこの11号車4号8は今この土屋武史から続きに変わったゼントポルシェ RSR をかわそうかというところ、ここで前に出ていきました。平中克行にすでに変わっていまして、これが SG チャンギの後ろですよね、ということですね、はい、
まあ、おそらくまだピットに入ってきていない車がありますから、3番手ぐらいにこの後全車がピットに入れば、上がるはずです。そうですね。中島さん、はい、どうぞ。こちら23号車モチローテック本山選手にお話を伺いたいと思います。本山選手12位スタートからただいま1位ですが、いや、まあ、すごくね、やっぱり本山ね、その車をね、やっぱりエンジン、タイヤ、いろいろ含めて、ね、すごく車自体がパフォーマンスが良くて、予選順位はね、悪かったんですけど、あとはやっぱりこのオートポジションはやっぱりタイヤに対してね、非常に難しいサーキットで、うまくね、その序盤をセーブしたことで、中盤以降、まあ、ライバル勢に対してアドバンテージがあったっていうのと、本当に、ね、自分でもうまく走れたんでね、はい、今日はね、すごく車もタイヤもすごく良かった。この展開は予想してらっしゃいましたか？この展開は予想してらっしゃいましたか？この展開は、まあ、正直ね、結構自信はあって、ね、ある程度こういう展開になるんじゃないかなっていうのと、まあ、逆に言えばね、こういう展開でいかなければレースは勝てないんでね、はい、というのもやっぱりその自分たちにとって、ね、このレースは勝つしかないっていうところで来てるので、なんとかね、まあ、このまま最後まで行きたいですけど、まだ分かんないですけど、はい、はい、本当に期待してます。ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。あ、今回はただに、あ、今そして試練入りましたね。いつもの本当に作戦がもう完全に当たったということですよね。はい、これはね、もう走り出しからもうこのことを想定した車作りでやってましたし、はい、まあ、僕もニスモドライバー出身なのでね、ニスモがどういう仕事をするのかよく分かってますが、はい、目の前のタイムよりもレースフィニッシュっていうことを常にこう見据えてやってますので、はい、まあ、今回はいつもそうやってますが、ちょっとここ 2,3 戦外れてたんですけれども、はい、今回はフィットしましたね。さあ、そして今試練がピットアウトしてきました。どうだこれで、先ほどのゼントポルシェよりだいぶ前に出ましたね。CG チャンネルよりだいぶ前に出ましたね。これ、はい、由良さん、タイヤ変えてますか？今変えてました。ますか？4本変えてました。これは、そのフィードワークが早かったのか、それとも加藤選手が、ポルシェは燃費がやっぱりだいぶ悪いんじゃないですかね。給油時間が長かったですかね。はい、SG チャンギよりだいぶ前に出てまいりまして、はい、トップにこの R&D スポンサーのトップになってますから、はいはい、で2番手11号車も行ってますよね、先に。そうですね、その後ろにおそらくは試練が出てきた形だと思います。黒沢春樹のマッハ5号車券、これも今ピットにもう入るでしょうね、はいはい、さあ、そして景品が、あ、今5位争いが激しくなっています。塚越高大対立川裕二、ここが非常に激しい戦いを繰り広げています。あ、ゼントは2ピットしてもここにいるここにいるっていうことですか。すごいですね。景品 HSV010、 今ちょっと苦しいんですかね、これは。そうですね、塚越高大が今防戦一方49秒台。やっぱり本当にスーパーラップに使ったタイヤが外れちゃったっていう感じですね。早めに変えてよかったんじゃないですか。はい、まあ、今タイヤテストが少ないんでね、タイヤメーカーさんも本当になんかそうですね、ただ当てずっぽうとは言いませんけど、はい、ただね、我々解説陣にしてみれば無責任な言い方ですけど、レースの流れが面白いですね。面白いですよね、はい、そういう意味ではね、なんてこと言うんだって僕は怒られちゃいそうですけど、いやでもね、予想もつかない面白さがありますよ ね、 ですよね。これもテストができないんでしょうがないですよね、本当に当たり外れがあってもね、はい、立川が今塚越を攻めていきます。これは塚越苦しくなりましたね。苦しいですね。でもこれものすごい勢いで追い上げてきている感じなんですかね。結局、まあ、2ストップということは3つにスティント終わって、ソフトソフトソフトでいっている可能性がありますので、はい、まあ、そういった意味では今のところパフォーマンスしていると、はい、ですが、まあ、レースは残りまだ14周ありますからね、はい、13周に差し掛かるんですか。ですから、まあ、この後まだちょっと落ちる可能性もありますよね。この辺も、まあ、前回富士もそうでしたけれども、終盤またバタバタと、ね、順位が入れ替わる可能性というのも残されていますので、はい、そうです。後半ね、またそうです、最後50周あたりのところのタイムが相当厳しいものにはなってくるでしょうから。そうですよね、はい、ここはなんとか塚越が立川の攻めをしのいでいます。そうですね、ちょうど300を間に挟むことに成功しましたね。うん、早いな。
あしかしこの辺りのコーナリングは全然前途の方が早い。あこれでインに飛び込んでいく立川雄心、どうだ、前に出ました。明らかに速度差がありました。塚越もなんとか隙を伺ってはいきますけれども、これはもう立川が完全に前に出ています。これはやっぱりタイヤ厳しいんでしょうね。そうですね、まあ、むしろ前途がやっぱり今履いてるタイヤが息がいいんでしょうね。ですから、まあ、これも、まあ、先ほどの井口君と同じで、塚越君がついていってついていって酷使させるしかないですよね、はい、これが今5番手争い。そしてこちらがトップを行きますブノワトレルイエ、2番手井口拓人の伝送サードに対しては2秒546、それほど差が広がっているわけではありません。そうですね、キープはされてますよね。そうですよね、タイヤはさほど余裕ないよっていう無線が入っている可能性がありますよね。そしてスロードモーラ GTR もまだ伝送サードの前に出ることはできません。これが終盤どうなるのか。そう、このままは辛いですからね、なんとかしたいと思ってるんですよね、はいはい。逆に井口選手は冗談じゃなくても絶対だと、っていうか今柳田選手を気にするよりなんとかブノワ選手を追いかけたいですよね、はい、そうですね。いつそのブノワトレルイエモチュローテック GTR のタイヤが傷んでくるかわからないわけですから、なるべく近づいて相手にプレッシャーをかけていきたいところ。中島和樹も現在4番手を走行中、その後ろから立川雄二、立川のペースが中島和樹よりだいぶ速いですよね。1分46秒台、中島和樹は先ほどの周回48秒台。この辺もまた分からないな、47秒台から9秒台を中島和樹は、まあその他のマシンに引っかかったりすると若干遅れるんでしょうけれども、48秒台ペースですよね、これはね。そうですね、ペトロナスも決して非常にいい状態ではないのかもしれません。中島和樹と立川雄二の差なんですけれども6秒弱ぐらいですか。5秒624、あ5秒624ですか。そうすると、まあ、チャンス追いつかれるチャンスもありますから。そうですよね、なかなか厳しいところですね、はい。まあ、前回は、ね、非常にこう激しいクラッシュで終わるという形になりましたけれども、ああもう見えている、はい、あもう見えています、立川が見えています。これはどうなんですかね。立川君 もうこれだけのベテランなのでね、今の自分の履いているタイヤでどこまで攻めていいかということはもうよく分かっていると思いますんで、はい、まあ、行ってみたらダメだったというようなことはもうない選手だと思いますんでね、はい、このペースはまあ自信持って行っているということなんでしょうね。さあそしてこれは300クラスのトップを独走中、佐々木浩太に代わりましたアランデ D スポーツレガシー。まあ何の問題も何も起こらないっていう感じですね。これは盤石ですね。現在2番手にシデンが上がってきていまして、フェラーリはどうしたんですかね。今4番手まで平中がポジションを下げています。シデンが今佐々木浩太から18秒8遅れて2番手。あでも繋がってますね、 ね、その後ろに SG チャンギ、そして JM ゲーナーの平中は4番手。ここが激しくこの後戦うことになるのかもしれません。あちょっとポルシェ、前途ポルシェは給油量が多くて遅れちゃいましたね。5番手に下がっています。そしてチャンピオンシップを争っている初音ミクグッドスマイル BMW は8番手を走行中。今バンバータクに変わっていますが、平中の JM ゲーナーは4番手ですから、これはまた分からなくなりますね、はい、このままいくと現状ではもう3点差まで迫ることになりますよね。さらに平中がポジションをまだ上げる可能性もありますからね。ありますね、はい、チャンピオンシップはかなり混沌としてきましたね。ちなみに62号車のレガシーが優勝すると51ポイントですので、はい、まあ、まだ離れてますが、これまた権利がちょっと打たれてきますよね。そうですよね、はい、SG チャンギも粘っています。今完全に試練の後方まで接近してまいりました、アレキサンドレ・インペラトーリ。これもまた面白いですね。インペラトーリと平中がこれで高橋和夫選手に追いつく形になります。高橋選手がどこまでこの2人のね、そうですね、ドライバーを抑えることができるのか。そう悪くないですね、ラップタイムね、うん、15秒台で走って55秒フラットですからね、はい、そうです、早いですよね、はい、なかなかいいです。
ちょっとラインを変えて SG チャンギにここにいるぞというのを見せたのかもしれません。ああしかしその間にも SG チャンギインペラトーリが試練に接近してまいります。300クラスも非常に激しい戦いが続いています。500のこのペトロナスを前に行かせました。ここで高橋選手も前にペトロナスを行かせて、あしかしここで追いついた。その分来られちゃいますよね、はい、やはりね。あでもフェラーリも追いついた。あ追いつきますよね、これね。これで試練に追いついてペースが鈍った SG チャンギに平中フェラーリも追いついた。しかし500クラスのマシンが来ます。ゼットが今その間を抜けるように通過していきます。これフェラーリは全参加者中一番あのウエイトが重いマシンで、はい、そうですね GT500 よりもちろん重いんですよ ね、 ですよね、はい、1400キロ以上車重があるんですが、いやでもうまく操ってますよねこれをね。そうですね、やっぱり福山さん高低差があるこういうコースで車重は効くんですよね、はい、思いますよ。やはり上り坂はね辛いでしょうから、まあ、車の動きを見ててもちょっと鈍重な動きもしますしね、はい、かなりまあドライバーも重いと疲れるんですよね、はい、このまま行けばという今ポイントですけれども、初音ミクグッドスマイルがトップはキープしますけれども、3ポイント差で平中田中組が接近する形で最終戦を迎えることになります。そうですね、ただこれでもし平中が前の2台を抜くようなことになると、それはまた、ねはい、変わってきますからね、はい、このポジションで抜けば逆転もありえますよね。そうですよね、抜いちゃったら逆転ですよね、はい、まあ、一方の4号車の BMW がどこまで上がってこれるかっていうことですね、はい。さあまた500クラスのマシンと300のマシンが入り乱れながらの走行になりまして、このタイミングで少しフェラーリが遅れました、はい、やっぱ走楽ではないんですね、やっぱりね、フェラーリこの JM レーダーの458ダンロップタイヤ、今朝のウォームアップは早かったんですよね。あそうでしたね、気温が低い状況ではダンロップが有利かと思われたんですが、あそしてこれは今小暮のウィーダー HSV、 後ろから荒誠司が接近してるんですかね。そうですね、うん、ウェズスポーツのこのレクサスが接近してきています。今回ウェズスポーツあの第2戦以降以来ですか、はい、はい、大健闘ですよね。そうですよね、脇坂重視に変わった D ステーションキーパー SC430 がその荒誠司の後ろ、あここもまた三つどもえの戦いになりそうだ、このまま行くとじゃあ 上ウィーダーがまたポジションを下げる可能性も出てきますね。そうですね、ちょっと迫られてますねこれね。小暮ちょっと苦しくなりました。苦しいですね、ちょっとこれ予想できなかった展開ですよね、はい、HSV がこのコースと相性はいいかと思っていたんですが、徐々に各マシン順位を下げていってますよね。これちょっと残り周回数が長かったことと、あのフラットスポットは大丈夫だったんですかね、コースインラップのブレーキロックがありましたが、残り10周になりました。54周の決勝レース、今8番手を走行中のウィダーが後ろからウェズスポーツと D ステーションに接近を許しています。これウェズスポーツは最新スペックをさほど多用してない車なのによく頑張ってますよね、うん、本当そうですね、はい、あのウィングはみんなこのスワンネックというあの上から潰すタイプになってますけど、はい、まあ、昔というかオリジナルのまままだ走ってますね。さあそして300クラスは平中のフェラーリがインペラ通りに追いついた、追いつきました。さらに500クラスは立川が中島和樹にまた追いついています。これはあっちこっちでまた激しいバトルがこの後終盤展開するのかもしれません。まずは平中がインペラ通りの後方、これ試練高橋さんはよく頑張ってますね。頑張ってますね、本当にすごい。そして接触、わずかに接触、荒と小暮、そしてその後ろにぴったりと脇坂十一つけていく、三つどもえの戦いだ。さらにこれエプソンも来ているのか、道上亮も来ている。4台が団子状態でバトルになりました。これで荒誠司が前に出て脇坂十一も続いていく、道上亮もこの隙をついて前に出る。小暮遅れました、小暮遅れを取りました。おい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 って感じですね。得点圏内に小暮高志去りました。ウィダーこのまま行けばノーポイントですか。うわこれは痛いですね、ちょっと痛いですね。さあさらに道上亮が今度は脇坂純一とバトル、あちょっとおかしいですよ。ウィダーね、ずーっとどん
どん遅れてますね。道上亮のこのエプソンもここに来て非常にペースが良くなってきていますか。これはベテランの道上対脇坂というバトル、さらに荒誠司も加わってこれもまた面白いんですが、この戦いから小暮が遅れていくのか、なんとかついていけるのか。残り9周、これは頑張りたいですね。あと9周ね。そうですね。これウィナーはちょっとエプソンと序盤接触しましたんですよね、はい、ですから先ほどもちょっと接触しましたんで、エプソンと何か、あ、これ何か動きが悪いんですかね。これ明らかにも遅れていきます。ついていけません、ついていけませんね。ちょっと入るかもしれないですね。それともまたタイヤを痛めているのか。もう明らかにペースが上がりません、ウィナー。さあ、そしてその前ではベテラン3人が、これは大混戦模様で今この山岳区間といいますかテクニカルセクションを通過していきます。タイヤの空気はあるみたいですけどね、ウィナーはね。また道上亮が脇坂隆一と後ろにぴったりついたスリップストリームに入っています。どうだ、1コーナーに向かってアウトに振っていく道上、そして今度はインにキープできるか。ここではまできません、ここではまできません。奈良県が生んだ天才2人の高校が、そうですね、はい、なるほど、そうですね。同郷のこの脇坂隆一と道上亮、どうでしょう、この2人のベテランのバトル。ちょっとエプソンも傷んでるんですよね。傷んでますね、はい、先ほどまたあの接触しましたんでね、はい、ウィーダーと。あー、そして今度は立川雄二が中島和樹を非常に先ほどから追いつきまして攻め立てています。これは激しく中島を攻め立てて立川がインを狙ってくる、立川がインを狙う。ここは中島和樹もラインを塞いできます。この区間でも動きが全然前との方がいいですね。これはあのレクサス対レクサスなんで1コーナー勝負ありですね。ありですね、はい、ストレートスピードは同条件ということになるでしょう。最終このファイナルコーナーを今立ち上がってきました。これは立川がぴったり後ろについて立ち上がってきた。これは1コーナーで狙えるぞ。ストレートはどうだ、トップスがわずかに伸びますがまだスリップストリームに入っています。どうだ、インに飛び込んでいけるか。立川はここではまだいけません、まだいけません。わずかにこのペトロナス・トムスの方がストレート伸びました。そして300クラスのこの2番手争い、その3台の中でまずは平中がインペラトールに追いついて、これが3位争いなんですが、これ高橋選手すごいですよ、速いんですよ、タイムも速いです、はい、これすごいですよね。これ平中は隙をついて今並びかけたんですが、ちょっと接触があったんですね。そうですね、ちょっとまあ大事な一戦ですからね、はい、フェラーリの方がね。これはフェラーリはあのノーポイントになることだけはね絶対に避けなければいけませんからね、はい、あ、そして今立川が300に引っかかった中島和樹に並びかける。でもどうだ、またラインを塞がれた。これはまた難しい戦いだ。300クラスのマシンを抜きながらの勝負はどうだ、中島がいいんか。これはしかしなんとか中島和樹が守りますが、まだ立川も諦めずに並んでいく。うおー、テールを流しながらぐわー。いや、でもこれは今のは結構怒ったと思いますよ。お前俺の場所開けとけよって。いや、中島君があのどかなかったら立川君は来れなかったですよ ね。で、中島君ちゃんと立川、ウィーダー入った、ウィーダー入った。タイヤがやっぱりダメだ。タイヤを4本買います、タイヤを4本買います。これで完全にトップ10圏外です。さあ、そしてまた立川が中島和樹を攻めます。立川が攻める。ここはすごい争いですね。これはレクサス勢同士の激しい攻防になりました。中島和樹は完全に防戦一方、そしてこのウィナーは完全にポイント圏外に去りました。残念ですね、残念ですね。さあ、これはちょっと見応えありますね。4位争いまた接近してきました。立川1コーナーに向かって、ただこれストレートはペトロナス伸びますね。そうですね、まあ、それとやっぱりなんて言うんでしょう、やっぱり F1 経験が生きてるというか、う、ね、中島選手のこのロングディスタンス上手にマネジメントしますよ ね。おそらくゼントがちょっと柔らかめのタイヤだとする仮定するとですね、はい、ここ踏ん張ってるとあと 2,3 周でも踏ん張れば、まあ、来れなくなる可能性もあるわけですからね。ただね、前回富士ラウンドの突然リアタイヤが、はい、そのグリップを失うというね、なんかそういう心配もあるでしょうけれどもね。そうですね、立川が接近します、立川が接近します。中島和樹完全にこのラインを封じてはいますけれども、第2ヘアピンがやっぱり狙ってきた、インに入る。しかしここも踏ん張る、まだ並んでいる、まだ並んでいる。インがキープ、いい戦いだこれは。
ジェットコースターストレートで次の右コーナーに向かってインを譲りませんでした中島和樹。でもフェアですからね。フェアです。意地悪さがないですからね。見ていて気持ちいいですよね、はい、ロッテラもにやりと笑いました。これはピットで見守るね、両雄のドライバーたちも笑うしかないですよね。もう手は出しようがないですからね。ですよね。そして300クラスも先ほどから激しい戦いが続いています。まだインペラ通りをかわせない平中、そしてその前で高橋和夫選手が踏ん張ります。さあしかしまたここで平中が狙ってくる、どうだ、アウトから2ヘアピン、ラインをクロスさせて前に出ることができるか。ダメですね。これもいい戦いですね。フェアは平中君本当にたとえ2ポイントでも3ポイントでもたくさん取りたいので、はい、あしかしここで高橋和穂選手にインペラトーニが接近してきます。3つとこ、あそしてここで立川がようやく前に出ました。立川がようやく前に出た。第1ヘアピンの手前の2コーナーのところですかね。これそうですね、2コーナーから3コーナーに向けて、はい、その1コーナーから立ち上がったところで立川雄二が前に出ていきました。ようやくこれで立川が1つポジションを上げて今4番手に上がったことになります。これ2ピットで4番手走ってるっていうのはすごいですよね。これも1つの戦略ですね。まあ、今自分たちが持っているタイヤってどうやったら速く走れるかというね、作戦ですもんね。そしてこれ2番手争いミシュラン勢2台なんですがちょっと間が今空きました。空きましたね。デンソーサード井口が少し柳田正隆を、まあ、引き離す形になりましたが、まあ、ちょっとどういう状況か分かりませんが300クラスに引っかかった可能性はあります。2番手争い間が少し空きまして井口と柳田その間隔は2秒弱ぐらいありますかね。そうですね、まあ、柳田君も最終戦に向けてより楽になるためには本当に伝送の前へ出て、前へ出ると4ポイントさらにゲットできるわけですよね、はい、そうですよね。この辺は大きいですよね、はい、行きたいですよ ね、 ここはねどうしても欲しいポイントだとは思うんですよね。残り5周になりました。ちょっと危ない。今このまま行けばというランキングもう一度ご覧いただきましょう。スロードモーラー71、そして2番手にはこのまま行くとモチューローテックが上がってくるんですね。59ですからその差が12ということになりますか。そしてこのまま行くとウィーダーは52のままと、そういうことですね、いうことですよね、はい、となるとこれは何としてもSロードとしては伝送サードの前に出たいところでしょうね。そうですね、75にしたいですよね。今71ですからね。まあでも今回のウィダーはちょっと残念だったでしょうね。そうですね、ちょっとなんかまあスタート前のドライバーインタビューも硬かったですけれども、やはりこう選手権が押し迫ってくると本当にねちょっとしたことが、はい、はい、沢のあれですね、300が間に入ってちょっと開いたのかもしれない。そうですね、またちょっとウィナー、ごめんなさい、Sロードが伝送との前を詰めましたね。そしてまた平中、それにインペラ通りが今試練のインを狙ってブレーキングでどうだ前に出るか並んで接触、そしてその前に感激をついて平中は前に出ました。フェラーリが前だ。2台まとめてかわしていきました。今のはちょっとインペラ通りが突っ込みすぎてインにつけなかったんで、これはインペラ通りにペナルティが出る可能性もありますか。どうでしょうね。そうですね、まあ、試練が走ってるので、はい、さほどダメージありましたか。ダメージがどうなんでしょう。試練は切らないとならない場所でしたからね、はい、そこまっすぐ入ってきてたんで、はい、あれ避けようと思ったら自分がコースの外行かなきゃいけませんから、ちょっと試練遅くないですか。遅くかもしれませんね。まあこれですね、今、はい、これブレーキングしてきてこれも外へ来てますんで ね、アウトに膨らんで当たってしまってますので、はい、まあ、その感激をついて平中フェアリーが前に出ます。タイヤにゴミがつきましたね今ね。そういうことですかね。またしばらくちょっと辛いところ。なるほど。これはでも平中克行にとっては狙っていた通りの展開と。そういうことですね。ありがとうってな感じですね。インペラ通りはポジション変わらずということですよね。おそらくはこの平中
あそしてまたこれ S ロードが追いついてきた。2番手争い、またミシュラン勢同士の戦い接近です。これはやはり是が非でも前に出たいということなんでしょうね。そうですね、まあ、こうやってあのアピールすることによってね、こっちの方が全然早いぞっていうアピールすることも大事なんでね、はい、これ300クラスもそうですけれども500クラスのこの戦いも本当に激しいですね。これはちょっと目が離せないですね。あ、追いついた柳田、追いついた井口がこれでまた周回遅れに引っかかると柳田にチャンスが生まれるかもしれません。しかも500なんで前が、はい、あのスピード差が少ないの で、 そうなんですよ、ね、結構苦戦する可能性はあります。しかしここはうまく井口が他のマシンを使って1コーナーに切り込んでいきました。かわしましたね。ただぴったりその後ろに柳田ついていきます。さあ柳田が狙ってくるぞ。いや、ここはしかし一旦引いていきます。これが本来トップ争いだったはずなんですよね。はい、そうなんですよね。この前にもう悠々と走ってるトップが1台いるわけですが、あ、そしてまた路面温度が下がりましたね。今20度ぐらいまで下がってきています。そしてこの2台の戦い残り3周、残り3周で決着がつくのか。前回の富士でも残り3周で大きなこう逆転がありました。悔しい思いをしたのが前を行く井口。今回はどうなんでしょう。このポジションを守りきれるのか井口拓人。地元九州での開催、応援団が、大応援団が駆けつけているはずです。さあそしてこの試練をこれから周回遅れにしていく500の2番手争い、ここで引っかかりたくないんですが、ちょっと今引っかかったぞ。どうだ、後ろから柳田。ああ、ここでもまだ前に行けない、まだ前に行けません。ああ、まだだ、これは狙ってきた、柳田狙ってきた。しかしここはかぶせていきます。ここはでも抜きようがない場所ですからね。そうですよね、行けない、まだ行けない、まだ行けません。さあようやくここで前に出る。しかし柳田ももちろんこれぴったり後ろについていきます。ストレートが伸びるデンソーサード SC、 コーナーが速い S ロードモーラ GTR。 うわ、今でも最終コーナー、柳田頑張った。さあどうだ、スリップにぴったりついていけるのか。離される、離される、やっぱりちょっと。あ、しかし1コーナー狙ってきた柳田。あれどうした、これはどうした井口。今ちょっとスピードがガッと落ちましたよ。あ、井口ストップだ。なんだ、急激にマシンが失速して、今止まります。ちょっと待ってください、ガソリン給油時間が短かった、短かりましたよね。前回は残り3周でトップを回れ、今回は残り2周でストップ。非常に早かったんですね、ストップ早かったんですよね。これもやっぱりガソリンが足りないのか。いや、もしそうだとしたらこれはチームマネジメント大変なミスですね。もしそうならですよ、ガス欠っぽいですよね、はい、でもね、何かが壊れたようにも見えませんでしたし、タイヤが、ね、はい、スッと遅くなりましたから、それで止まったわけでもありませんからね。ただもうちょっと、エンジンが壊れている可能性、オーバーヒート、オーバーヒートですね、ガソリンじゃないかもしれないですね。ちょっと分かりませんけれどもね、その、中島さん、はい、どうぞ。そのマシンが止まった瞬間、石浦選手ピットボールにいたんですけどね、はい、まあ即ですね、もうかぶりを返したようにもうピットの奥へ入っていきました。そうですか。そしてですね、チームは今呆然ですね、呆然ですね、隙がないですね、はい、さあちょっと待ってください。これで柳田が S ロードが2位に上がりました、なんか忙しいですね、ポイントの方も。ポイントは75ポイントになりますね、これでね、75になりますよね、はい。そして1号車はノーポイント、まあ、唯一このモチュールが、モチュールがそうか、はい、トップにいるからここでは決まりませんね、はい、そうですね。このままいけばこのモチュールが今シーズンの2勝目、そして GTR がワンツーフィニッシュということになります。オートポリスでニスもこのままいけば4勝目。い、強いな。しかしそれでも39号車は前走突然 の、 あのトラブルでしたね。そうですね、なんでしょうね、ガス欠だったらもうちょっと
と走って止まるような気がするんですが、ね、でもあの煙は完全に、まあ、ちょっと青っぽいような気もしたんですけど、はい、まあ、止まると時々あのブレーキから、ね、煙がタイヤカスが落ちてブレーキから煙が上がったりもしますので、あとラジエーター破損っていうのは結構ありますよね。あ、そうですね、タイヤカス直撃とか、はい、直撃っていうこともありますからね。いや、それにしても運がないというかですね、トップ争いをしていながら結果に結びつけられないデンソーサード SC ですよね、いつもね。いや、だけどね、本当にかなり勝負かけたピットワークだったわけですからね。そうですね、ちょっと短かったのが気になりますよね、今となっては。いや、ようやくなんとなく500クラスの方は順位が落ち着いた感じがありますかね。そうですね、落ち着いた感じですね。モチュールオーテック GTR が今ファイナルラップに入りました。ファイナルラップに入っています。いやー、忙しいレースでしたね。選手は2ストップでお立ち台ですか。そうですね、表彰台圏内まで上がってきました。素晴らしいですね。今ファイナルラップのこの上りセクションを回っていきます。ムノアトレルイエ、そして今ファイナルコーナーに入りました。少し速度を緩めましたでしょうか。さあ、モチュールオーテック GTR ムノアトレルイエが右手を上げながら今シーズンの2勝目のチェッカー、そしてこのオートポリスの地で4勝目の勝利を挙げることになりました。技ありですね、これね。本当ですね。そしてスロードモモラ GTR 60キロのウェイトハンデを背負いながら2位でチェッカーを受けました柳田。これも素晴らしかったですね。はい。さあ、そして300クラスの方も今どうなっていますか。その前に前頭モーセロ SC430 立川裕二がなんとなんと2回ピットに入って3位でチェッカー、はい、最後までペース落ちなかったですね。これも素晴らしかったですね、はい、そして中島和樹も今回は最後までよく粘りました。今4位でチェッカーを受けます。300クラスの方はこの R&D スポーツレガシー B4 がダントツ2番手に25秒以上の大差をつけながら今ファイナルラップを周回中です。これは早かったですね。敵なしと言っていいぐらいですよね。25秒ぐらい差があったんですね、はい、このレガシーも鈴鹿に続いて今シーズンの2勝目をこのままいくと挙げることになります。佐々木浩太はこのオートポリスが大好きと公言しているますます好きになっちゃいそうですね。ますますこれは好きになりそうですね。そうですね、あのコースレコードも持ってますんでね、 GT300 のね、はい、ですからこのままいけばこのレガシーも最終戦にチャンピオン争い踏みとどまるということになるそうですね、これはね、はい、さあ今上りのこのセクションを回ってブリッジ下を通過していきました。もう間もなく今シーズンの2勝目をチェッカーを受けます。全く最後までペースが緩みませんでしたこの R&D スポーツレガシー。先ほどもラップですら1分55秒台ですから、はい、非常に早かったですね。トップがいたあのいる場所の関係で唯一51ラップ、はい、ということですね、はい、さあそして今チェッカーを受けました R&D スポーツレガシー B4 今シーズンの2勝目完全に独走体制で素晴らしい勝利を飾りました佐々木浩太山の哲也組です。これはもう他のチームにとってはアンタッチャブルだったですね。そうですね、最終戦はモテギレガシーはどうなんでしょうね。これまたチャンピオン争いが4号車の初音ミクがちょっとノーポイントですか、はい、今平中克幸 JM ゲーナーディクセルダンロップ458は2位でチェッカー、そして BMW は9位チェッカーですか。9位ですか、初音ミク9位チェッカーですね、はい、は9位ですか。となるとこれは逆転ですかね、ポイント的には。そうですね、後ほどまたポイントは詳しくお伝えしたいと思いますが、はい、これで11号車フェラーリがこの車が逆転、そうですね、ポイントリーダーになりましたね。フェラーリがポイントリーダーに戻ることになりますね。フェラーリもこのオートポリスとは非常に相性が由良さんいいマシンの一つですけれどもね。そうですね、しかも、まあ、GT2 ベースっていうのはあの車のセットアップもできるんで、はい、このサーキットにはかなり合わせ込むことができる、うん、それに対して、まあ、BMW の方は、GT3 でほとんど触れない車ですから、ルマンレギュレーションというマシンみたいですけどね、はいはい、ですから、まあ、いじれる分ちょっと優位だった分があったんでしょうね、はい、さあそしてトレルイエが今スタンドの前に帰ってまいりました。ただこのニスモの勝ち方はユルさんどうですか。いや王者の風格がありましたね。12番手スタートで見事に前半で、まあ、トップに立って、まあ、
一旦ね、ピット作業で順位一瞬下げましたが、またゆっくり降りてくるとね、高橋さん待たせてトップに戻って今、はい、ピッチチェッカーでございました。なんか汗もかいてないみたいな、ね、そして手合わせとなんと車の上で今バキバキ言ってますよ。大丈夫ですか？ルーフはへこみませんか？大丈夫ですか？前行割れるかもしれないですよ。これはもうメカはああお願いと思ってますよ今。ロールバーの上歩いてはいるでしょうけど、そう真ん中踏んだら踏み抜きそうですからね。そうですよね。まあでもいい仕事しましたね。いい仕事しましたね、はい、この2人はね。いつもは2004年、2006年、2008年で勝っています。昨年は行われませんでしたから1大会おきにこのオートポリスで勝っているとい、ね、いうことになりますかね。いやここ数戦こういったレースを、まあ、やろうとしてたんですが、はい、いろんなことで阻まれてできなかったんですけど、はい、まあ、今日はまたそれが本当に見事にフィットして炸裂しましたね、はい、あそして今柳田正人中島さん、はい、どうぞ次郎さんお願いします。そして、会場にいらっしゃいました観客の皆さんに見事なレース展開で、優勝を果たしました本山選手、ブノワ・トルレイ選手に来ていただきました。まずは本山選手、開幕戦と今回のレースというですね鮮やか。いや本当にね、今日は、まあ、思った以上のね、いい内容ですごくいいレースができましたね。ただね、昨日予選そのブノワが、ね、攻めた結果悪かったんですけど、やっぱり、ね、そのシリーズ2戦、あ残り2戦の中でやっぱ勝たなきゃいけないレースでね、まあ、やっぱりね、気持ち的にももう後がなかったしね、の本当に自分たちの力をうまく形にできた。すごく良かったです。はい。Ben, this is a great race. Yeah, it was just fantastic. And normally I always take the start and I don't see the fight. Today I saw a super Satoshi and it was really great. I was really exciting in a pit. And it was just a pleasure to go after him. And it was so easy after for me, you know, he did all the job. So no, but it was really great. The car was fantastic. The engine was working well. Everything fit together this weekend. And we're really happy for our second win this year.まあですね、まあ序盤ですね、本山選手の走りに尽きるというところですね。もう初っ端からですね、もう本山選手がガンガン行ってくれたというところですね。まあ、マシンの調子もすべて良かったチームにですね、本当にありがとうと言いたいところなんですけど、やはりね、本山選手がですね、この自分に渡してくれた位置からですね、自分はただただ淡々と走ってもう仕事をしただけというところで、まあ、本山選手素晴らしかったというところなんですけども。16ポイント差で今言ったように今回勝たなきゃならなかったということで16ポイント差で最終戦にチャンピオン争いを残しました。そうですね、まあ、ポイントに関しては、ね、やっぱりまだ、ね、差はあるのが正直なところですけど、ただやっぱり自分たちとしてはとにかく、ね、シーズン中苦しかったのも含めてやっぱり勝ちたかったし、ね、これで勝って、ね、そのチャンピオンシップの可能性を残して最終戦に挑めるっていうことが一番のターゲットだったので、それをきちんと達成できたし、本当に自分たちの力がうまく出せたっていうところがすごく嬉しいです。本当に感謝します。素晴らしい、本当に素晴らしいレースでした。おめでとうございました。コンチュレーション。 Thank you very much、はい、高橋二郎さんに、優勝しました本山聡のトレーニング両選手のインタビューをしていただきました。本山選手が単独1位の14勝目、トレビエ選手が4位タイの11勝目と、勝利でありました。さあこれでユラさん、チャンピオン争い500クラスはもうエスロードモーラ GTR とモチローテク GTR2 台に絞られた。あそうですか、ということですね。GTR 強し75ポイント、モチューが59、その差16ポイント、大きなリードを持って最終戦モテギラウンドに柳田ロニークインタレッリが臨むということになりそうです。これ相当500に関しては展開もSロードは楽ですね。そうですね、はい、何位まで降りてもいいのかっていうと相当下でも大丈夫ですね。放送席はいお願いします。そしてオートポリスのお越しの皆さん、こちら GT300 見事優勝しました R&D スポーツレガシー山野選手と佐々木選手にお越しいただきました。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今季見事なポールトゥーウィンで2勝目です。いやもう嬉しいですね。なかなか2勝なんてできることじゃないので、もう本当に最高の気分です。佐々木選手はオートポリス大好きと公言していらっしゃいましたが。そうですね、本当大好きなサーキットでやっぱ勝てたっていうのも嬉しいし、本当山野さん今日誕生日だったんで何歳かは言いませんけど、本当バースデープレゼントをね、みんなで絶対したいなと思ってたんで
本当良かったです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにおいくつですか？それ秘密ですね。秘密で、はい。本当に今日は楽しい一日になりますね。はい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。本当におめでとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。さあ、そして福山さん、300クラスもですね、はい、どうやらこの勝ち、今2位に入りました JM ゲーナーディクセルダンロップ458と、はい、初音ミクグッドスマイル BMW のマッチレース、今日優勝した R&D スポーツレガシーは1ポイント、はい、チャンピオン争い足りないんですね、はい、そうですね、脱落ということで、はい、11号車がフェラーリがワンポジション上がってしまったために点を失いましたね、はい、ということですね、はい、ということでこの2チームが最終戦モテギでチャンピオンを争うということになりました。これは由良さん、まず500クラスの方はですね、はい、Sロード強しと。そうですね、本当に安定してましたね、今年素晴らしいと思います。本当ですよね、まあ、それと最終的に GTR にやっぱり強さが光ったっていう感じですかね。本当ですね、今日のこのモチュールの勝ち方なんてまさに横綱相撲ですよね、はい、予選失敗してそれこそもう 最後尾に近いようなところからスタートして、はい、あっという間にものすごいその本山選手の豪快な走りを見れましたよね。これお客様本当に楽しめたんじゃないですかね。そうですね。さあ、それでは改めて、今日の暫定のリザルトをご覧いただきましょう。モチューローテック GTR が優勝、Sロードモーラ GTR が2位、ゼントセルも SC430 が、2回ピットで3位、ペトロナストモス SC430 4位、そしてアドバン近藤 GTR 頑張りました、5番手に入りましたね。それから京浜 HSV が6位、ウェズスポーツ、ウェズスポーツも頑張りましたね、これ7位でチェッカーを受けています。そうですね。エプソン HSV が8位、D ステーションキーパー SC430 は9位、カルソニックインパル GTR までがポイントを取っています。イカ、ウィーダー、ARTA、そしてネオス、サスティナ、レイブリック、デンソー、サードは、まあ、最後止まって15位という残念な結果に終わりました。一方300クラスですが、 R&D スポーツレガシー B4 が優勝、 JM ゲーナー、ディクセルダンロップ458は2位、 SG チャンギ IS350 が3位、そしてエヴァンゲリオン、初号機、アップルシデンが4位、ゼントポルシェ RSR が5位、86号車の JLOC ランボルギーニ RG3 はスピンがありましたけれども6位、ハセプロ MA 岩崎 APR カローラが7位、カローラアクション APR GT8 位、初音ミクグッドスマイル BMW は9位という結果に終わっています。パシフィック NAC イカ娘ヘラリが10位でチェックを受けました。以下ご覧のような順位になっています。さあ、という結果だったわけですけれども、ドライバーズランキングを改めてここでご覧いただきましょう。GT500 クラス、柳田クインタレリ組、 S ロードが75、本山トレルイエ組、モチュローテックが59、そして小暮デュバル組はノーポイントで52に終わりましたから、最終戦満点20点を取ったとしてもこれで追いつけないということで、チャンピオン争いはこの S ロードとモチュローテック GTR2 台の GTR 勢同士の戦いということになりましたね。こういうシーズンも珍しいかもしれません、ね、そうですね、同じメーカー同士のチャンピオン争いということですね。そして GT300 クラスですけれども、今日2位に入りました、JIM ゲーナーのフェラーリ、こちらの田中哲也、平中組が72、そして初音ミクグッドスマイル BMW 谷口バンバ組が67、今日勝ちました R&D スポーツレガシー山野佐々木組は51ポイント足りずに最終戦チャンピオンの望みを失うことになりまして、そうですね、フェラーリと BMW の最終戦決戦ということになりました。5ポイント差ですか。5ポイント差ですね。今日まあ初音ミクも2ポイント取りました。これも大きかったですね、はい、この2ポイントはね、まあ、ウェイトハンデがね最終戦はなくなるということではありますけれども、はい、これは本当に激しい最終戦もまたバトルになりそうですね。はい、そうですね。それと、まあ、最近とここ数レース予選結果でレースを読むのがとても困難になりましたね。本当ですよね。はい、まあ、それだけタイヤの今、マネジメントは難しいというかですね、合わせ込めるタイヤはあるんですけども、はい、予選で上手にそれを持ってこれないっていうか、はい、ですからこういうことになるんですよね。まあ難しいですね。解説してても今回はどういう展開でとか誰が本命ですかって聞かれて一番困るのは多分これ今回も助走がつかないような結果になるんじゃないかって言っといてよかったなと思ってますけど、はい、
まあ、でも S ロードモーラー GTR がですね優勝1回で2位が3回目なんですね今シーズン。ですからまあ非常に効率よくねポイントを取っているということですね。さあ今 GT300 クラスから暫定表彰式が行われます。今優勝したレガシーの2人のドライバーが今呼び出されまして笑顔を見せました。そして嬉しいのはこのフェラーリの2人かもしれませんですね。最後なんかラッキーみたいな感じでもらいました ね、 ね、うん、あの先にね SG チャンギを平中選手が抜かなければいけないかという状況の中、逆に SG チャンギが試練を攻めて接触ということで交接して2位に上がりましたからね。そして SG チャンギの2人も特にこれはペナルティは今現段階では取られていないと、まあ、取られないんじゃないですかね。レーシングアクシデントという判断かもしれませんですね。この SG チャンギもシーズン後半非常に速さを増してきてますよね、はい、オリメリオ、そしてインペラトーリの、ね、この2人もね。さあそして今優勝のトロフィーが株式会社オートポリス代表取締役川野天狗様から2人のドライバーに渡されました。山野君は今日誕生日ということで良かったですね。はい、あそして何か声援が黄色い声が飛んでました。飛びましたね、はい、ただこのフェラーリもですね今シーズンまだ勝ち星がないんですよね。2、3回、4回目そうですねこういう戦い方もあるんですね。4回目の2位ですか、はい、そうですね。序盤2位、2位と来ちゃって重量もらっちゃいましたんで勝てなくなっちゃったんですよね、はいはい、そうですね。でちょっとね茂木はあんまりフェラーリは得意じゃないんだみたいなお話ですんで本当はここで勝ちたかったということなんだと思いますが、まあ、最後のワンポジション上がったのはラッキーと言いますか大きかったですよね、はい、さあ続いてオートバックス賞の授与が行われます。株式会社オートスターズ代表取締役社長手嶋俊明様から今渡されます。300クラス、まあ、本当にですね、非常に激しい戦いが、まあ、ずっとシーズンを通して繰り広げられているんですが、やはり最終的にはこのフェラーリと BMW が福山さん、まあ、生き残った感じがありますね。はい、やっぱりここまで本当に取りこぼしがほとんどなくね、そういうことですね、している感じもありますしね、はい、まあ、これがまあチャンピオンの取り方っていう、ね、一つの模範にもなるかもしれませんが、まあ、でも一回勝ちたいですよね、はい、フェラーリもね、重量を下ろせますんでね、はい、まあ、もうでもね次はもうハンデなしの勝負と、ね、はい、ここの表彰台は観客席が近いんで、はい、周りから声がかかっていいですね。あ、そうですね、はい、声援がかかってまあ、いつもあの300クラスのホワイラさん最終戦で5チーム6チームぐらいにね可能性があるっていうことが多いんですが、はい、今年はこの2チームがやはり今レギュレーションが変わる狭間でですね、はい、まあ、いろいろとそのウェイトハンディ等なあの性能調整等がシーズン中に結構まめに行われてて、はい、こう流れを読めなくなっているのは確かですね。そうですね、やはり前半戦でやはりスーパー GT 規定のマシンが苦戦を強いられたということが、はい、この結果に結びついている可能性はありますかね。はい、まあ、これがですから、まあ、乗り越えなきゃならない山みたいなもので、はいはいはい、この後ルールが安定してくれば、はい、また混戦の、あのチャンピオンシップになるとは思いますよね、はい、FIA GT3 規定のマシンが今シーズンはたくさんこの300クラスに参戦してまいりまして、あとその BMW はね、はい、その規定に準じたマシン、そしてこのフェラーリの方はルマン規定ということでちょっとその規定が異なって、でどうこちらの方が、セッティングの範囲が広いと、変更の度合いが大きい、ね、ということみたいですけれどもね、はい、まあ、単純にこうファン意識で見たらフェラーリ対 BMW の戦いが見れたら面白かった、うん、っていう感じなんですけど、はい、今もう両者には大きな性能差がついちゃいましたから、はい、それはちょっと、まあ、最終戦もですからフェラーリ対 BMW ってこのままいくと最終戦ウェイトなしなんで、はい、かなりフェラーリが有利になったんじゃないかなと、うん、そうですか、はい、うん、
要するに BMW の方は性能調整で受けたばっかりですからね、受けてあのウェイトを積んでるのは、このシリーズのポイントのウェイトとは違うんで、全部下ろしても残ってるんで、まあこの辺でフェラーリ有利かな、ちょっと一歩リードっぽいですよね、はい、あ今誕生日の山の選手に誕生日ですからしょうがないですねこれね手洗い祝福が加えられましたこれ日本酒ですからねちょっとね後で匂いが大変だと思いますよこれ車乗ってるだけで捕まっちゃいますよ本当ですね、はい、ちょっとお酒弱い人だったらこれだけで酔っちゃいますよね、そうです、奈良漬けでも酔っちゃう人はもうね、そば来ないでっていう感じですね終了したいと思います、まあね、シャワー浴びて帰るんでしょうけれども ね、はい、さあ非常にこうにこやかな今300クラスの表彰式が終わりました。続きまして GT500 クラスの佐々木浩太選手は本当に嬉しそうだな、ね、2勝してるのにチャンピオン争いに加われなくなってしまってちょっとまあ残念ですけれども、ね、はい、さあそして今 GT500 クラスの上位3チームのドライバーが呼び出されました。まずは優勝しましたモチューオーテック GTR 元山聡選手とルノアトレルイエ選手に主催者賞、株式会社オートトリス代表取締役川野健二様よりお渡しされます。まあなかなかできない優勝の形を今回達成しましたよね。本当他のチームは何をやってんだぐらいの勝ち方ですよね。ただ井田さん本当にそのタイヤの、ね、選択というのがピンポイントになってきましたよね。いや難しいですね本当に。あの F1 でも今クオリファイの、ね、最終セッションに進まない方が有利、はいはい、使わずに有利だっていう話もあったりしますが、同じになってきましたな、ね、ちょっと今、はい、状態になってきてますよ ね、かなり攻め込まれてますので、路面温度が5度違うと違うレンジのタイヤにしたいというような状況になっているのかもしれませんね、はい。まあ、ここでどんどんこれから寒くなっていく方向なんで、余計そうです、ね、スーパーラップには行かない方が得っていうかチームの、ストラテジーとしてですね、はい、スーパーラップをパスする考え方もありといやありですよねという考え方もありますよね、はい、まさか10台も抜いてくるってね、はい、これもあのチュールはもっと抜いてきてますけれども、あの最近あの、まあ、2デーレースでテストもないですよね、はい、そうするとタイヤを見極めるための走行時間が足らないっていうのは確かにあるんですね、はい、金曜日の朝1回走ったらもう予選、あ、土曜日の朝1回走ったらもう予選ですよね、はい、そうすると予選まで使い、それこそ全部を使えるような選び方ができるとなると、これは真剣に、ただこれ最終戦ごめんなさいノックアウト予選ですよ、あっとスーパーラップじゃない、あ、なるほどね、うん、これまた微妙ですよね、微妙ですね。あ、そして、J スポーツベストパフォーマンス賞が今、株式会社 J スポーツ放送本部副部長、副本部長今野義則様から、大逆転優勝をいたしましたモチュローテックの2人のドライバーに渡されました。これはまあ当然当然ですね、本当に異論がないんです、ね、優勝もしてるしジャンプアップも一番してると思いますのでね、はいはい、いや本当に簡単には勝てないレースというか、そうですね、見る我々としても簡単には予想ができないレースに、はい、今シーズンのこの GT はなってきてますよね、はい、これまあこれほど高度にあの研ぎ澄まされている結果ということですよね、はい、あのやっぱり攻め込まれて頂点に行っているのでタイヤもこんな難しい状況になっているわけですよね、はい、まあ、それにしても皆さん本当に面白いレースだったというのは間違いないですよね。もう本当にもうなんていう手に汗握るってまさにこのことですよね、はい、最後まで目が離せなかったと思います、はい、まあ、前回富士もそうでしたしここもそうでしたから、おそらく最終戦の茂木も素晴らしいですね、はい、行われるんだろうと思います。もう期待できますね、はい、間違いないですね、はい、そして福山さん、はい、あの各ドライバーが本当に頑張ってくれてますよね。いや本当にすごいですね、あのドライバーの本当に巧みな技も随所に出てますし、ドライバーがタイヤをいたわりながら速く走らないと勝てませんので、はい、まあ、そういった本当に名人芸も随所に出てますね、はい、今年は本当にあの歴史に残るようなレースが多いですよね。そうですね、茂木
りもきっといいと思います。はい、ということで2011オートバックススーパー GT 第7戦の模様をお伝えしてまいりました。次戦はいよいよ最終戦、茂木チャンピオンを決する大舞台ということになります。今回の放送ピットレポートは高橋二郎さん、滝口里奈さん、解説は由良拓也さんと福山秀夫さん、実況は中島秀幸がお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。